はい、えー、とそれでは、えー、とただいまからですね、えー、と第3回言論 SF 新人賞の公開選考会、はい県えー、と第,期言論あじゃあ、ね、第3期言論 SF 創作講座の最終回を始めたいと思います。はい、よろししくお願いしますす、はいえー、選考員はです、ねえー、ともはでねもやなんか 名誉校長とも言われているいやいやいや <laughs> だからそれは、ね、<laughs> ないよ <laughs> あの富弘孝さん <laughs> はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします昨年に続いて <laughs> もう本当にね、富さんは あの、なんか、僕なんかよりもはるかに S. F. 捜索講座に詳しいんだと思うんですけど。あの、あの、富さんから見て、S. F. 捜索講座の魅力ってのは、どういうところにあるんですかね。よくわかりません。なぜ、なぜ、そこまで引きつけ、なぜ、そこまで引きつけられてしまった。引きつけられてるわけでもない、ないんですけどね。いや、でも、あの、S. F. まで時間を使うのか。SF 捜索講座関係の人が、例えば、インタビューとか受けてたりすると。いや、だから、次の長編かかるのが、なんか。気鬱なので、すけど、もう、そろそろね、あの、とびひろたかファンの間で。 言論が炎上しそうな勢いですよね。あ<ー>あそうですか。それは延廷が出ないのもみんな言論のせいだ。いや,いや,いや,いや実際そうだと思いますよ。そんなことはない <laughs> そんなことはない。ないやだってあのほらなんか僕なんか覚えてるけどなんか桜木美和さんの何かの感想かなんかを桜木さんよりも早く RT してたんじゃなかったかな。<laughs> なんかあのそれで驚かれたってリプライを見ました。かそ,うそ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 う。だからつまりあれずっと検索かけてるわけでしょ受講者の名前で。 あ、時々いやでも、なんなんで、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 そうなっちゃったんですか僕、受講生の名前で検索したことないよいやそうしないでしょ、普通そうなんだいや、関係ないじゃないですか、俺たちにえぇそうなんだ、いや、結構やってますけどねいや、おかしいな面白いよすごいでうなのか、はい、わかりましたいや、面白いいや、素晴らしいいや、嬉しいことです本当に嬉しいありがとうございますはい、えー、で、本物の校長先生ですはいあずまひろさんいや、別の僕はどうもどうも、あずです、よろしくお願いします いやもう僕はもうなんかもうひと部屋に比べたら全然読み込みが浅いので今日はもうあのお二人の話というかお二人のいやもうファウン<横>でファンダーですからねで横でまあ普通の普通の感想を述べていきたいなと思います <laughs> 二人はおそらく読み込みがすごいと思うのでこの設定はあのもう第3回の候補作なんだあのあの課題の時のあれに似てるけどとかでどうしてこう展開したのみたいなそういう感じで来るのかなと思ってるんで僕は普通にこの単独な作品で。 感想を述べようかなと思ってます。はい、えー。で、まあ今日のあの公開戦公開はですね、まあその日光生と YouTube でも、えー、とリアルタイムで配信されているということでですね。はい。えー、まあこの機会に講座の格かくたる成果をについて宣伝をしなければならないという使命もありまして、えー、まあ実際あの。 ね、ここしばらく、ですねちょうどあの講座が1か月休みだったんですけど、まあ、その間にさまざまな賞がありましてさまざまなっていうか草、えー、原政府新人短編賞、えー、っというのがです、ねえー、っと決まりまして、えー、なんと,です、ねえー、っと、受賞作草原政府短編賞第10回の受賞作が、えー、時盤天沢さんの、えー「サンギータ」はい。 えー、これ、拍手してるけど放送の人にとっては何だか<う>よくわかんないから<で>じゃあ、来てください、で時山沢さんはですね、えーっと第、第1期、第2期、2> はい、第2期、2> はい、1> 第1期、第2期の連続受講生で、えーっと、サンギータという作品は第2期で提出したやつですね。はい、あの神様のいる世界 えっと山本博さんのお題で「神のいる世界」「神を沈黙せず」を生徒に書かせるみたいなお題だったんですけどえもし神がいる世界があるとしたらえそれをあの舞台にしてえ小説を書いてくださいっていうまあその神が存在するって前提で書いてくださいみたいなお題に答えて書いたのがサンギータでえーそれを開講してまあでもぶっちゃけあの本当はね他にもあったっていう <laughs>。 あ、創作出しました。すごいよ。草原 SF 短編集にあの SF、うん、創作講座で出したえ実作のうち三本を開講して出したっていう、ね。あ一<ー>回で？一回で。一回で。それはすごいね。それ自身のエロ三つバカだなんだって言われながら小浜哲也がまあまあこれねって言って三ギータに丸をして、うんあの赤羽に二十時コンビコンビニの話とあのコカコーラの話は落とされて、はいはい、あの一番まともな三ギータが。<laughs> 内話で一番まともな三木隆が残り、ねはい、はい。でまあ僕はあのこういう立場上一切何も言わなかったんですけど、どね、宮内さんと、えー、草加さんの票がです集まり、すんなりと受賞とる。あすんなりとね。はい。ありがとうございました。小山徹さんもこれについてあまり文句を言わなかった。はい。全くってことはないでね <laughs> あ。そう。はいはい。あのー、ね。 と、えー、ということになってですね、まあ、そこまではまあ良かったんですけどその後ちょっと優秀賞をどうするかっていう話ですごい紛糾しましてですねで僕はあの別の作品を推したんですけどあの千葉修さんの「の回転する世界の静止点」というです、ね、あの動物で駒を回すっていう異常な話、えー、最初はあの白クマを回すところから始まるっていう <laughs>、えー、学校で流行っているスポーツの話を書いているやつがあってですねそれを推したんですけど小浜哲也う絶対ダメだめだと。 直せない、載せられない優秀賞以上は送言で活字にするので編集者がすごい強い発言権をなぜか持ってるんですよなんかあの選考委員かどうかよくわかんないんだけど<や>なぜか一番声が大きいまあここでもそうですけどね。<laughs> <あの笑> で,えー、で、その感激を縫って浮上したのがですね、えー、っとこの現受講生である、えー、小野田紗世さんのです、ね「<laughs> インチンシカス」という作品で、えー、これが準優う賞とになりましてなんとあの言論受講生でワンツーフィニッシュというもう,もう2ちゃん炎上みたいなね、<laughs> まあ炎上するほど注目されてないんであれですけど、まあ、あの2人ぐらいがあの忖度があったんじゃないかと。 そりゃそうですよね。僕はあの忖度はなかったとかいう立場になりたくないので。<laughs> 選選挙とかでいかに忖度はなかったと思うって書かないようにするのをすごい頑張ります。そりゃそうですよね。名誉校長がいて忖度かとか最悪ですよね。いや, <laughs> いやでも大変なことですよね。本当に大変な成果ですよね。<laughs> はい、でも忖度なかったと思いますね。あ、うん、りました。で、まあ、だって宮内雄介と。草下さんぞだから、うん、忖度しろって言っても、まあ、特に草下さんぞう全く聞かないね。うんうん 宮内由紀も聞かないので、まあ、そういう人が揃っているので。でまあ、でも、小野田さんが取れたのは、多分小浜哲也が、あの、もう一個にすごい強く反対したおかげなので。そう。<laughs> <laughs> まあ、いいんですけど、えー。小野田さんは、もう、じゃ、一応。小野田さんは、で、今回、今回の。そうですね、第三期の。 課題作品で、えー、受賞されて、はい、はい。一応その優秀賞優秀賞って何に何に何に乗るの？まだわからない。 まだ何も打ち合わせじゃあ今日打ち合わせして帰ってくださいね。はい、なかなか打ち合わせできないですからね。ちゃんとあの現地を取ったらあのいつまでとかっていうのをあの全部メモして残して、はい、そのいつまでっていう期日が来たらこの日こう約束しましたけどどうなってますかっていうふうに確認しないと。なるほど。はい。わ、はい、かりました。はいはいね、すごい。 リマインダーを出しまくって。広めにあった人がいるからね。最近ね、出版会は、あの、急に印税が下がるとかですね。さまざまな、悪い噂が、出てますからね。はい、あの、ちゃんと、そういうことは確認して、メールを残しておくと、後でツイッターで文句を言っても、証拠が出せるっていうですね。社長と戦えるっていうことが、最近よく分かっているので、あの、頑張ってください。えー、ということで、東京さんのは、いつ、えっ、ー、と、今度の。 まあそのね、年間 SF 傑作戦がいつ出るのかよく分からないんちょっと遅れてるみたいな話は駒さんから伺いましたけどあの草原あのアンソロジー渋滞が起きていたのであ<ー>あのいつか分からないんですけど今、開校中で一回直して駒さんに回戻しているところですね、はいあはい。ということで受賞作は「えっとえー、サンギータは」は、えー、年間日本 SF 傑作戦の草原 SF 文庫版の最後の。 巻になる全第十二巻ですね <laughs> にまあ七月ぐらいですかね、えー、多分出ると思います。安住 <laughs> さん大丈夫ですか鼻汁なの？あ鼻汁？<laughs> <laughs> なんか <laughs> すごい。実はあの安住弘之が一番興奮しているっていう。<laughs> 鼻血を出すほど興奮している。<鼻血> <laughs> いや大丈夫ですか <laughs>？テンション上がってます？<laughs> <laughs> で小野田さんは「ン,ンシ死活」というですね「鎮」という鳥の,えまあその毒を持ってる羽に毒がある鳥のえ羽が浮かんでるお酒を飲んででも上をじゃないや乾きを満たすっていう意味の四文字熟語をタイトルにしたえまあ中国ではないけど中国大陸のどっかにある各国を「 舞台にしたよような作品ですよね,そうですね中国っぽい感じ中国っぽい結構そのシリアスな作品で、まああのえー、優秀賞ということになりましてで、まあ、いつかいつか小浜哲也の目にかなえば目にかなえばっというかゴーサインが出ればミステリーズに乗るのか何に乗るのか知りませんけどあ,あそうか優秀賞でもでもねあのジェネシスに乗るとかいうこと可能性もあるんですね。うん、はい いやいや知らないですけど、去年の人がまだ出てないので、<laughs> そうそう去年の人、<laughs> ちょっとどうなるんだろう、<laughs> そうなんです。心配をしている優秀そう優秀賞、あの最長で多分五年ぐらいかかるで <laughs> 優秀賞が活字になるまでになのでまあ <はい S 2> そうならないように本人がいかにうるさく言うかで決まりますので、はい頑張っていただきたいと思いますけど、まあでもあのうのさんは今回の最終にも残っているので、はい。 頑張ってくださいって僕は言ってますよね、こ <laughs> <laughs> っちの人たちがね、時代さんは今後予定とかは、かかあるんですか、はい、ああそうですね、まだ絶賛開墾中なので、そのあとなんですけれども、はい、鎌さんが、えー、とその、えー、と草原を取った三ギギータを含めた短編集を出してくれるというっって言ったので。す<っ>すごいです、ね あ、そうなの？はい、なんか聞きました。この前打ち合わせで。え、本当すげえじゃん。はい、ありがとうございます。ようやくなんかちゃんとデビューできるみたね急にここで反応するのあれだけど。よかったね。一番それ言いづらい人っぽいのに東さんがそれ言うのか。いやいやいや、よかったね。よかったですね。おめでとうございます。おめでとう。本が出る。かだから紙の本が出る。髪の本が出るんだ。あ、そう。だから時岡正さんはそれで言うとあの現第2回元老 SF 新人賞のまあ受賞者で。はい。 東さんがいろいろ言って直したというね、手取り足取り、とにかく強圧的な思考で、手取取りり足したんですかすごい、だってナイジェリアに行ったことがなくて、ナイジェリアの話を書いたから、お前、それはまずい、絶対炎上する。一週間でいいから、とにかく行って行ったっていう事実が大事だみたいな、現地大戦3時間でもいいから、何も見なくてもいいから、とにかく行ってこいって、実際、あれでツイートのちょっと収まったりして、批判がね、あ行ってんだみたいなさ。 じゃあ、やらせてもらったらいいやみたいな雰囲気なんで応援しようぜみたいな確実になりました、それか簡単なんだよ、だからナイジェリアに行った、現地を見聞きした、その知見を生かして、開校したということになってるからね。 そうです。ええ、まあだからその誰にも文句は言わせないみたいな私はジャイゼリーを見てきた。行きました。はい。ジャリーの体重。はアメリカン体重。空気を吸って。水を飲み。水飲んでない。水飲んでない。ええ、まあそれもあってですね。あの一肩ならの言論デビューの人ですからね。まあ彼は第一期からいたしね。第一期でも頑張ってたし。はい。良かったよね。本当に形してす。そうです。さまざまな伝説を残してでよね。 なんかこう、ちょっといろいろ及ばないみたいな感じのところがあるってことじゃ第1回の言論 SF 審事情で250万円ぐらい。そうなんだけど、でもあれも書きすぎちゃったから、だからついに、ついに、そうなんだけど、これはいけるかもしれないね。頑張っていただいて。高木圭子ってこと、つまり高木慶が休んでる間に俺は本出すぞと、そういう関係性でもあるよね。いやいや、彼はちゃんと高木圭の面倒をいろいろ見たんですよ。 いや、お仕事ですね <laughs>。高木さんでは、第一回の、第一回の受賞者ですけど、まあね、彼はその。ね、彼の仕事の面倒を、まあ、時を正雄君が見てですね、自分の会社に引っ張って、はい、面接に立ち会ったりとか、そういうこともして。非常にちゃんとね、うんはい、生活の面倒を見てあげたのに。<laughs> なぜか、はい。ブイチューバーにはまってしまって。そうです、ね。朝食が知れない気持ち。ブイチューバーは恐ろしいっていう話ですかね。そうですか。 V チューバーにハマったって普通にハマっちゃったんでしょだからなんていうか白白難しい V チューバーをやりたいとか V チューバーについて書きたいとかじゃなくて投げ銭してますあ残念な投げ銭まあいいえうん、はい、頑張って投げ銭の子にはどうやって稼いでるんだろうねよくわかんないですけどそうですかということであのまだ職場にいた頃ですから、はい、今は分かんない、ね、だいぶ前です、はいはいえーまあ、ということで、えーっとまあね、頑張っていただきたいありがとうございます、はい、で小野さんはあのー、ねえー、っと まあ、もともと、あの、早川、え、せ、こ、座を受講する前に、早川、え、セコンテストで、えっと。残った経験もあってね、東さんに罵倒された経験もあるという。<laughs> いや、いや僕、バットしてないですよ。<laughs> 僕、むしろ、あの、ちょっと評価してたはずですよ。そうでもない。最初はすごい褒めてる。な前半は良かったみたいな。前半は、前半はもう。なんか、やばいみたい。な <laughs> やばいって。いうのも <laughs> やばい。いや、どんな風にしよう、あの、公表会とか覚えてないけど。<laughs> 僕、多分、なんか、むしろ。 確かあんななんだかそれなりにいい点つけてたんじゃないかという気がします。はい、まあまあそれいいですね。<う>はい <laughs>、えー。ということでまああのー、どうもおめでとうございました。<laughs> はい、ありがとうございます。えー、じゃあそ,、ね、その活人なるのを楽しみにしていますので、はい。ありがとます。はい。活躍期待してます。どうも。ということで拍手でお送りください。はい。 でえっと、このお二方もですねまだ誰も講座の受講生で果たしていないですね SF マガジンデビューというあの快挙を成し遂げられたのがですね琴路遥さんで琴路さんも大丈夫ですか、タヌキの話で、えー、何でしたっけタ,ヌ何タイトル何になったんでしたっけあどタヌキなんとかこう。えー 三秋八百屋貫天狗孔を考えるっていうです、ねはい、三州の八百屋貫三州っていうのは讃岐ですね讃岐、はい、の八百屋貫が、まあ、その天狗になるためにた、まあ、ヌキは偉くなると天狗になるんだけどその天狗になる前には実はいろんな恐竜にならないといけなかったっていうことがですね、まあ、初めて分かった。 はい、明かされたという大変面白い小説なんですけど、まあ、これはね、エスマガジンの塩沢編集長が大変気に入ってですね。はい、はい、あのー、ぜひエスマガジンということで、はい、で、だいぶ直したんでね。あ、全部書き直しました、はい。結構短くなっちゃって、はい。そうですね。長さが半分になって、登場人物も、あの、一人減りました。えー、そう、狸が一匹減っちゃったんです。はい、一匹減りました。え、はい、そう狸にいた方が良かったかなと思って。<laughs> そこら辺はそこ微妙なところですね、削るとしたら、あそこしかないので、たぬきを削ったら寂しくなったので、ちょっと丸亀城…そういうことなんで、変わりなのそうね、あの、まあ、すごい講座でも大変面白かった、評判の高かった作品で、富井さんも読みになってるんですよね。ああ、だから講座バはい。うん。僕、ちゃんと SF マガジン版読みましたよ。はいよかった。かったはい こういうのも書けるんだなと思って。そう、こういうのも書けるね。雰囲気が違う。今回のここのやつとまた全然違う。はい、違ってますけどね。あれはあの塩沢さんにあのこの話にふさわしい文体ではないからと思うので、もっとなんか別の文体を探してくださいというふうに伺いまして。なこと言われたの？なるほど。はい。まあでそれでちょっと見を見まであれをやってあの文体にしたわけ。 あのいろいろそういう昔話のようなものを読んで、うんはい、これがいいんじゃないかなっていうあたりに当たりをつけて、うん、あ,っあっちの方に移しましたはい、ね、それ器用ですねということでもうね <laughs> いきなりあのでも,もデビューしちゃってるわけだからね <laughs> 別にもう特に <laughs> でしょだって <laughs> デビューした,したわけだしね そうなんです。今回そいつたちが多いですよね。デビューしたからっていう。まあ元来出身地州取るよりマ安馬車乗る方が偉いっていう考えだからね。そうですよ。難しい問題ですよね。僕たちをやせやせと乗り越えていった。いや、ショーはいくらあってもいいからね。ええ。でもなんか今度から何こういうあの課題の途中でデビューもありになっちゃったんですか？このこの講座は前から別にある。やしま君、あやしまさんがそうか。やしまさんはやしま受講中に出身地州。そうだそうだった。やしまさんは花丸まかったんだ。思い出した。 八マ、はい、さんはね、ねだからまさにもう君はデビューしてるからいらないだろうみたいな雰囲気がありましたよね、前回、で前回なんかここで、もう君は十分活躍してたうじゃないかいなそうだよ、ね、いいやい,い, <laughs> <laughs> いやいやいや、まあでも、ね、あのね、仏さんの場合は相当作品の幅もまあ広いので、新しいのを、文体を探せと言えばちゃんと探してくるっていう。 意外とできる女だという感じですかね。とうございうことで小嶋、まあ、あの小説を書いてた経験自体はすごく長くそう、ねはい、あるんですよね、はいえっと。趣味で書いていたのを含めると、うん、多分20年ちょっとは書いてると思います。で、まあ、SF とかファンタジーの方にチューンアップしてこれから頑張ろうという、はい。はい どういうことを頑張ればいいのか分からなくて <laughs>、ね、ちょっと途方にくれてる、はい、ところですまあそれはきっと塩澤さんが手取り足取り教えてくれあまり教えてくれないんですけどあの多分きっと責任は取ってくれると思いますからね生馬が新デビューさせたまあでも言論でも責任取りたい人はいろいろいるかもしれないので、はいまあ、この後どうなるかわかりませんけど、はいはい、あとりあえずそのデビューおめでとうございましたありがとうございます。あり はい、えー、ということで、ですね、えー、とあそれで、まあ、今回その補作をですね7作、えー、現代 SF 新人賞第3回については候補作を7作を選ばせていただいたんですけどそれはあの僕が勝手に独断で選ぶというのを毎回やってましてであの二人にはその7作を読んでいただいたんですけども、えーとですね、その惜しくも千に漏れた作品、えー、っていうか、まあ 今まで2回はです、ね、誰が選んでもまあこの6本になるのとか5本になるのだろうみたいな感じだったんですけど今回はです、ね、結構、あの多分3本ぐらいは選ぶ人によっては入れ替わるかもしれないという感じで,です、ねえー、惜しくも入らなかった人とかも多くてです、ね、特にあの、えー、っと年間ポイントみたいなものがあるんですよ、受講生に。 はい、点数がついていてですねそれの上位の人で意外な人がこう入らなかったとか、まあ、意外な人を出していない,っていうとかあるいはその意外な人が未完だったとかですね未完だった人来てないあの終わってなかった人とかもいるんですけど、えー、っとその中で、えー、っと結構コンスタントに評価が高いのに、えー、惜しくも入らなかった人とかですね、えー、ギリギリ時点で、えーっとまあ、僕じゃない人が選んでいれば入ったかもしれないというのがです、ね、いくつかありました。 まず谷美里さんの「相馬とアイドル」ですね。えっ、ー、と、相馬とアイドル、これもあの、えっ、ー、と、作品としては、あの発想も面白いしあいし、公開の段階では結構良くなるかなと思ったんですけども、実際になんか作品が書き上がってみるとですね、あのまあ、そのライフログとかの話と、それから震災の話っていうのはまあその両方重なってくるんですけど、どう見てもあの、リアル系の話の方がですね、 非常にあの迫力があって面白くて SF 設定がむしろ邪魔になっている俺はだから SF で書かない方がむしろその自分の経験を経験として書いた方がよかったんじゃないかというふうな感じがして、まあ、これを SF の層の,の候補に最初に残すのはちょっとどうかなという感じがしたのであえてえっと選びませんでした、うん、まあ実力がすごくやっぱある人だと思いますねあと面白かったのはその遠山喜道さんのですねトリックを超えてですね これはあの手品のトリックとそれから世代宇宙船の話が重なってえそのトリックの解明とそれからその世界の秘密を発見するということがこう二重写しになるみたいな構成で非常にアイデアが豊富で面白い SF ミステリーになっていると思いますがあのただ、やっぱり細かいところで相当無理があってですね ちょっとやっぱり突っ込みどころも多くて、えー、ヘッドいいところとそれからマイナスなところを差し引きすると、まあ、ちょっと下がるっていう感じでしたねプラスのところだけ評価すると十分入ってくれたかもしれないですけど、まあ、そこのマイナス点で若干落ちてしまったと、うんえー、あと、国分寺外線さんのですね国分さんんも今日来てないんだっ,け、えー、っとあのホモシリコニーというですねあのマントル の中に生物がみたいな話ですけどね、えー、これはあの集団知性を持つコア微生物っていうのがその中にいてですねコアに地球のコアの中に、えー、いる微生物が集団知性を持っていてっていう話なんですけど、えー、っとこれもあの小説としては面白いんですけどやっぱちょっと SF の設定としてはいかにもすごい古めかしいという感じがしてですね、えー、ちょっとまあ他の今回じゃあ これは古めがしくないのかみたいな候補作もちょっとありますけど、えー、まあそれの比較対象の結果あの若干及ばなかったという感じですかね、えー、とそれから諸根ツ美さんの「アンダーグラウンドメモリーショー」というこれはあの記憶売買ものですね、えー、でこれもあのすごくえっと面白く あのそのやっぱり記憶売買の話っていうのがもう最近すごく多いので,で、まあ、ここはあのア,ングラショアングラっていうかアンダーグラウンドの,その地下売買、えー、と一緒になってるところに、まあ、新しさがあったんですけど、えーっとまあ、やっぱり既視感が否めないというか諸野さんのの今までの作品の そのすごくなんか個性的な部分というのがなくて割とすんなり読めるけれどもインパクトも薄いという感じになってしまってまあちょっと残念ということでしたね。あと新しい人では小豆さんの「ヒポクラテスの丘に静音の鐘が鳴るときこれはあの安楽死特区というのができてあのそこに行くとまあ安楽死が自由になっているというまあその特別な場所特別な特区が。 でできてるんですけど、まあ、その安楽の死の管理を安楽死させるかどうかの判断を AI がいつの間にかするようになっていてっていう話でテーマとしては非常に今風のですねあのいいネタを扱っていると思いましたけどこちらは逆にあのストーリーに起伏がなくてえー、っと。 あと逆にじゃあそのそのトックの描写がものすごくこうリアルって白いかというとそこまでではないというのでちょっと惜しかったですね。えー、とそれからアゲハーハナさんですね。えー、とアゲハーハナさんは星人ああ賞の優秀賞も取られてあの出力がすごくある方なんですけれどもえまあ今回もやっぱりすごくジュブナイルの,まあその自動ものとしての完成度は高いんだけどやっぱこの賞の。 最終候補っていうことになるとやっぱそのそのその線で自分ナイる枠っていうのはさすがにちょっとないみたいな感じであのやっぱ他のその宇宙シリアスの現代 SF だったりまあその何らかのその。 いろんな芸でアピールしている作品の中に比べるとやっぱりちょっと弱くなってしまうのであの逆にそこで勝負するなら本当にものすごく面白いとかですね全く今まで読んだことがないような自分のアイルっていうふうになってないとちょっと勝負が厳しいかなということでまあ,落ちましたねえと,あと柳沢和樹さんの「マムルーク」でこれもあのえっとこの「パグロム」っていうのの中に出てくる設定がすごく面白かったんですけども ええ、で、これゲームをしているつもりが、やっぱり実は現実の戦争にっていう話なので。まあ、やっぱり。また、これかよみたいな感じが、どうしてもちょっと、で、出てしまうので、まあ、そういうところと。それでも、ものすごくうまくかければ、出ればよかったんですけども。やっぱり、いろいろちょっと、作中のご都合主義とか、不自然なところが目立つというところで、まあ、落ちましたね。はい。あと、そうですね。えー 色々あの個性的な作品という意味ではその野崎郎さんの「かかし森」もあの面白かったんですけどこれは逆に SF の新人賞だからといってその SF 要素を後から結構足したみたいな形になっていてでまあ公害の時その前バージョンから読んでると明らかになんか,後から足した分っというのがちょっと浮いて見えるというところがあって。 SF にするまあだからこうあの別に SF っていうのをそういうふうに考えなくてもこれが私の SF なんだって別に言い張ればその世間的に見てどうかっていうのはあまり気にしなくてもよくてあの SF なんだからなんだっけ「ゴドガンラディオ」とかでもなんか SF のショーなんだから SF にしろみたいなこと言ってましたけど言われてましたけど <laughs> そんなことはなくてですね別に SF のショーだから。 むしろ SF じゃないい方がこう目立つっていうこともまああるんでも、ねまあ、さっきその何だっけ、えー、っと谷さんの作品で、えー、SF じゃない方が部分の方が面白いって言ったのとはまた別の意味でですねそのもうかかしが歩く時点でのファンタジーっていうかその現実の小説ではないリアリズムの小説ではないわけですから、えー、っとそこで。 そういう話であれば、まあ、別にそこに新たにループとか時間ループみたいなそのジャンル SF の要素を足すっていう選択は特に必要ないと思いますねその自分の持ってるそのセンスとかその見たことのない景色とかあの幻想的なあのイメージでまあ勝負していただければあのそれはそれでそれが私の SF だということになる、まあ、SF とファンタジーとかまあ考え始めればえー、っと あれなんですけど、まあ、ざっくり SF っていうかその非現実的な要素が入っていれば特にここではその本格 SF かどうかっていうのは問題には多分しないと思うので、はい、気にしなくてもいいと思いました、はい。というようなことでちょっと駆け足になってしまいましたけどあの落とした作品でちょっと一言言っておきたかったものについて研究しました、まあ、それ以外の作品なんかあ,りある人はですね聞いていただければ、えー、覚えている限りでいろいろお話をしたいと思います。 ということで,ですね。そういう作品を蹴落として残った7作が。えー、これど、どういうふうに発表されるんですか。じゃんとか言って出るの。じゃーんですか。<laughs> スクリーンが降りるの。3>, 3作は。?7 作は。7作。もう発表されてるからいいんじゃないの。まあ、発表されてるんですよ。もう最低に載せちゃってるので、もう,そ,うその採点と一緒に出るの。うするえといや採点は一個ずつ、こう、つまり点数を発表していって。 つまりあの編集者の方の点数というのと作家のゲストの方の点数というのとので表,表みたいなものは出ないここにバッとやるんだと思うんですよ。これがバッとやることによって小作の名前も明らかになるというようなし第でございますね今、の手配今年からハイテクになるらしくて、去年まではあのホワイトボードだったんですホワイトボード手書きでかたくなにやってたんですが、どうも暗算能力に限界がありまして。

その世界で、その世界でご覧いただいているということで、かなり録画してご覧になっているということで、光栄でございますこれが出るわけですね今、交互になった人の名前が出ているような状態ですね、今、まだ放送の人には画面が見えてないと思いますが、これから画面が現れて、ここの点数がどんどん更新されていくぞというようなことなわけです。はいさて 画面は一体いつ出るのかなゆっくりとゆっくりとプロジェクターが温まって,ってそれで、ねえっと、著者名の愛用順で一応表が作られている、ね、ということですね、はい、一応口頭で言いますと天木こぼるさんの「今人間になりたて」はいえー、伊藤元春さんの「えー、猫を読む」えー、小野田さ世さんの「バックファイア」菊池和弘さんの「時間調律師」えー、琴路遥香さんの「父たちの荒野」えー、新藤孝典さんの「推しの三原則」 えー、チャリーユージさんのワンラストラブ、えー、とこの7作が一応残っています。はい。はい。えー、でそれぞれ一応その事前に採点しましたけれども、そのここにいる3人と、えー、プラスですねゲストの編集者で読んでいただいた方が何3人？4人。4人ですね。はい、4名の方の、えー、作品をあじゃないや採点を平均したもの？はい。そうですね。と4人で、えー、全員があの安さんととびさんと僕は 一人15点持ってるので、編集者はゲスト編集者全員で15点。で、ゲストサッカーは何人入れてお二人、延長さんと、紀月さんが入れてくれったやつも、15点をお2人、それは3点ずつお持ちで、3点を好きな作品に入れるっていうようなことができるようになっていて、ですね編集者の票の方が、編集者は多い、4人いますからね、だから全部で足すと、66点入ると。 うあなるほど、はいえー。というわけで早速発表に移らせていただきますと,、はい、えとまず、えー、と編集者の方、まあ、あのそこにあの、えー、いらしていただいている方も多いんですが、えー、編集者の方の点数、えー、といただいた順に、えー、ちょっと発表させていただきます。えー、と最後に合計した点点を入力すするのでで、えー、数はまだ動かないんですが一、えー、人ずつ、えー 代わりに読ませていただきますが、まず東京創現者の小浜哲也さん、先ほどから放送の中にもちょこちょこご登場の小浜さんは、上から発表させていただきます、天木さんの今、人間になりたてが4点、伊藤さんの猫を読むに2点、小野田さんのバックファイアに3点、菊池さんの時間調律師に1点、琴路さんの父たちの荒野に3点。 新藤さんの推しの三原則に1点、チャリさんのワンラストムーブに1点ということで、これで全部で15点になります。続いて、あとお三方、早川処方の方からいただいておりまして、溝口さん、これ、全部ゲスト講師でいらしていただいた編集者さんですね、溝口力丸さんが、天木さんが0点、伊藤さんが1点、小野田さんが5点。 菊池さんが0点、琴路さんが7点、新藤さんが0点、チャリさんが2点ということで、ちょっと寄ってるんですが、これで全部で足して15点となります。で、続いて、同じく早川処方の奥村さんが、これも天木さんが0点、伊藤さんが0点、小野田さんに7点、菊池さんが0点、琴路さんが7点。 新藤さんが0点、チャリさんが1点ということで、えー、このお二人はすごく、えー、と似た、えー、と配点になっておりますが、えーとこれ、これで全部15点使っていただいております。で、最後、えーとえー、井出さん、井出聡さん、早川処分の井出さんから、えー、天木さんが0点、伊藤さんが1点、小野田さんが4点、えー、菊池さんが1点、小鳥さんが4点、新藤さんが0点、チャリさんが5点となっておりまして、 えー、これで15点です。でこれ全部足すと、えー、ど,うなりますどうなるかというとです、ねえー、天木さんが全部足して4で割った点数、えー、ですね、えー。天木さんが、えー、1、えー、伊藤さん、<laughs> これまだあの1が1位なんので、ね、<laughs> <laughs> この状態ではまだす。今だんだん分かるようになりますから小野田さんが4.8点ありますね。菊池さん <笑><笑>そうです入力はちょっとここでやるんだってことになりまし0.3えことじさんが5.3えしんどうさんが0.3点でえー、チャリさんが2.3となるという,ようななるほど面白い、えー、ことでえー、結構あの差がついたかなというような感じの、えー、表に今年はなりましたでえー まあ続いてどんどんいこうかなと思いますね、作家のゲストさんからいただいた点数を発表させていただきます。先にいただいたのがのりづきさんでですね、のりづきさんは好評もいただいております。はい、でもう結論から申しますと、点数を入れていただいているのが、これチャリユージさんのワンラストムーブに3点と。 いうようなことでここに3点、急に赤いのが出ましたがこれで今、同点になっているみたいなことが分かるというようなシステムですね、これは。はい、そうですね一番下のところに赤く出たのが典築さんの今の点数ですそうですねいただいた選票まず10勝というかその点数を入れられたところだけ読ませていただきますと割と能天気なロボット SF エンターテインメントですが今回の候補作の中では一番面白く読めました。 情景とアクションの描写に無駄がなく文章にリズム感があって登山の素人でも場面をイメージしやすい最後まで口頭無形なアイデアと勢いが途切れなかったのも立派だと思いますただし全体に語り口が無造作すぎる点は改善の余地あり特にガナラ老神館の階層の下りは唐突さと後出し感が拭えないのでもう一工夫欲しいところですというようなことでコメントいただいておりますがえっ、ー、とまあ 点数としては、チャリさんのものに3点というようなことでいただいております。ちょっと全部読むと大変なので、そうですね後ほどということで、あと、続いてさんゲスト講師の延長さんからも7作読んで投票いただいておりまして、延長さんもですねご投票の結果がですねどなたかと申しますと、同じくチャリさんに投票ということで、すねここが6になるということで、こういうふうにだんだん縮尺が。 こう見た、ね、っていな。 えことの延、はい、長さんはですねえ大体あの一言ずつえとコメントいただいておりまして、チャリさんのところには何と書いてあるかというと、完成度で選ぶとこれになる3点と書いてあるので、この作品のえどこを評価されたのかは、この選挙からはちょっとわからないんですが、完成度が一番高いえーえーチャリさんであるというようなえことです、まあ、またこれも後ほどちょっと触れるかもしれませんが、延長さんからこのような点をいただいているという,ようなえことです。 残りはこのお三方の点数ということになるんですが、これは私が目めげる、分ぶ発表いただいたほうがいいかなと思いますんで、いいのじゃあ、は東さんからおっしゃっていただければ、こちらに入力ということで、これね、どうしようかな、悩み始めてしまいました。ここれれをを見見てて変えるとかありなの いやいやあるんじゃないですか。<laughs> やっぱりチャリユージにも一本貼っとこうかみたいなそういうの <laughs> そういう感じ。天木さん1は一、い、点、えー。伊藤君四点。で尾野田さん二点、えー。菊池さん零点、えー。小土地さん七点。新藤さん一点、えー。チャリさん零点で。 これで十五点ですねはいありがとうございますではとびさん覚えてないんで覚えてないわかりましたこちらで読みます提出済みなんですね提出済みですとびさんいただいた点数ですね天木さんが二点伊藤さんが一点小野田さんが四点菊池さんが一点ことじさんが四点 新藤さんが二点、えー、チャリさんが一点というような、えー、ことで、今のところと林、えー、さんが十六点で多いというような構成になっております。うこういう感じです。あと大森さんと、まそれも言っていただき、これも言っていただいて、はい、はい、変更させていくんですね。<laughs> <laughs> そんなにちょちょ変更しなくていいんですよ。はい、じゃ大森さん山木さんが一点、えー、伊藤さんが二点。 小野田さんが3点、菊池さんが1点、琴路さんが5点、新藤さんが2点、チャリさんがこれの1点ということで、これが第、ま、1回の投票結果というような感じでございます。はいいありがとうございましたという点数を踏まえつつ、別にこの点数によって決まるわけではないですけど。 どうですか <laughs> あいやいや、なるほど、こうなったんだなと思って、どうなんでしょうえ、どういうふうに進めるべきなんですか、こう議論、いやでも、ね、議論、議論議論一作<個>、一作<個>、公表はとり<作>あえずね、どどうしますかトビさんの公表は大体あの45分かか,るあかからない。<laughs> <laughs> なんかあの枚数から算出した人がいるらしい、字数から、ね、えっと、じゃあ,あの 1> 1、うん、僕がまずさっくりあのぬるい公表を終える感じで、<laughs> あのいきますど,どうぞ一人ずつやるの？いやあのまああの一気にやってしまいます。あ,あ本当に。でどうしますか？一人一人行きますか？それとも一作一作の方で？まあ今までだと一作一作にしています。<laughs> まはいまずあの阿巻さ,さんからの、はいはい、今人間になりたてですね。はい、その死刑 一週というか、まあ、家族の話ですかね。じゃあ、はい、あの、まあ、僕としてはですね。まあ、あの。 まあ、結構こうよくできていると思いますであの、まあ、両親が離婚して新しい母親が連れてきた男というのが男の男新しい母親が連れてきた、まあ、あのそれの父親と言っているやつが、まあ、実はお宙人だったかもとでしかもそいつとあの規模の連れ子というのはもしかしたらなんかこう微妙に謹慎相関的な関係だったのかもしれないみたいなことを匂わしながら、えー、と結構なんかミステリー仕立てになっていて。あの最初にこのの、えー、事件の なんかありながらこう最後までまあそんなこと言わ言わなくてもいいんですね。あのまあ、とにかくえっ、ー、とあのミステリー仕立てであのー、結構よくできていてあのギ、ー、ボと連れ子犬の像などもよく描かれていると思いますが、あのエ、ー、スとしての驚きっていうのはまない。 SF 設定がほとんどなくてもあのできてしまうあの物語であるということとあとあの主人公が育ってロボット技術者とかあと服飾関係者になったことっていうのが、まあ、結構、聞いてるようあのうまく使えそうなんですがそれがあんまり有機的にあのこの謎解きと結びついてないっていうのがちょっと残念でしたそれが背景になってしまっているんであのでここがもっと生かされればつまりその、えっとまあ、連れ子との関係ですねその連れ子っていうかあの えとまあ兄弟ですがその新しい母親の連れ子とのなんていう,かこう兄弟のいろんな葛藤みたいなことと今自分がロボット技術者をやっているということあの後、ロボット技術者をやったということが、まあ、関係しているように書かれているんだけど全然それがその伏線として聞いていないのであれが最後伏線になってです、ね、このあだからこういうあのオチなんだというようになっていればよかったと思うんですがちょっとそこが残念。だからあの えっとまあというわけでえっ、ー、とまあ SF 要素が少なくまた、えー、設定でやりたいことはわかるんだけれどもいま、えー、一つうまく立体的に組み合ってないなっていうので一点になってしまいました。どうこれはいじゃあ天木さんでねはい、えー、ね、えー、なんか頑張ってますね<笑><笑>いやいやもうツイッターでねまあなんかもうブズ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 言ってるんですかこれ面白いなと思ってあのフォローしてますけれどえっ、ー、とまあ天木さんって人間が好きね。 人間描くのがどうしてもそっちの方へ流れる、えー、そういう人ですね。で、なあのあのだんだんとこう。温かく書くというよりはなんか国やろ国やろとかって言いながら、こう、えー、ペンの先でこう人間をこれも繰り回すのがこう。好きな。まあそんな感じですね。で、でもこう表にしたり、裏にしたり、こう炙ったりまあ、そういうそういうことがまあ好きかなというところですね。 SF ってですねちょっと面白くてキャラクターと言いつつ人間ではなくって結局その作品世界を設定するため説明するために造形されたものっていうのが出てくるんですけども天城さんというのは多分そういうのは書けない書こうとしてもなんかね自分はそういうのになれないとかってブツブツ言ってるようなそういう人間を書くようなそういう人なのでだけど今回はちょっとねそこへ溺れすぎたかなという感じはしますですね。文体を含めて作品のトーンはよく 思られていいたと思いますでひんやりした、えー、理性的であり知的であろうとするというそういう抑制を、まあ、取った人の声みたいなものをこうずっと書こうとしていて、まあ、そういうのがこうずっとこうしっとりとですねだんだんその包帯の表面にしみがこう真っ赤なやつが染み出てくるような、まあ、そういう感じで書いているというんですねあの公正であろうとするっていうワードが出てきますけども、まあ、公正であろうとするということの痛々し,しさみたいなものが、まあ、読んでるとだんだん分かってくるという、まあ、そういう感じですかねあの まあだから、何て言うんですかねその痛々しさっていうのはまあ人生を台無しにされたことへの怒りみたいなのが充満してるんだけれどもまあそれは出そうとせずに公正であるってことをあのひたすらまあ主人公はこう言ってるというそういうい話、まあ、そこにこうまあいろんな人が後か,後から出てきて人間らしいとはどういうことかってことをいろんな方向からまあ書こうかなというそういうまあものですかねでまあ公正であろうっていうことは要はあの感情だとか体の反射みたいなものをお見通しとして生きていこうというそういうことなので まあ,そういうあるいはそういうベースにしたその好き嫌いで物を判断しないということなんだけれどもまあ要はそれ,まあそれはあの結局まあその本人の呪縛であってまあ最後そこから離脱すると拘置所から離脱すると死刑が行われる場所から死刑を待つ場所からこう離脱するしてまあ美しい服やにぎやかな人間のいる場所へ行ってえ今人間になりたいとまあこういう <laughs> あのあのことかなと思って読みましたまあまあその限りではまあよくできているけれどもロボットとかこういろいろ出てくるんだけれどもまあ まあそこを詰めていくのって言って詰められるのかなと思って、まあ、やっぱり詰めなかったんで、まあ、それはそれでこの作品としては正解じゃないかなと思いましたね、まあ、だけど SF の新人賞でこういうところに勝負しようというのはまあちょっといい度胸だなとは思いました。以上です <laughs> まあ僕、これあのすごく、ね、す鈴木泉っぽいなと思ってるんですけど、まあまあ、SF、まあ、宇宙人かどうかわからないまあキャラクターがいて、まあ、それとの関係で、まあ、鈴木泉よりはもっとそのなんか大人の小説っていう感じにはなってると思いますけど。えーっとまあ、これあの すごくいいのはそのはやっぱりコシカイシューのねそれ前の作品でも言いましたけど腰回収の倉庫でなんか漫画を読みふけたりしてるっていう雰囲気がすごくこうよくて、まあ、そこが結構突出して、まあ、あのそこのシーンがあったから、まあ、むしろやっぱり最初に選ぼうという感じで選んだんですけどあのやっぱそれ以外の,の SF 的な要素とか、えー、ものがやっぱりその。 点突破的になっていてそれ以外が追いつかないっていうかその同じ強度にはなっていなくてまあ別にその強弱あっても構わないとは思うんですけど SF の新人賞としてはやっぱりあの勝負どころがあまりにもちょっと SF とは違うところで。 にすごくいい美点があったので、えー、まあちょっとどうしても弱くなるかなという感じはしましたでもやっぱり出力とかその個性とかあの天城さん独特の感じっていうのはすごくよくできていったので、えー、っと僕はまああのいい賞作品を読んだなというふうには思えました、はい、というような感じでいいですかねなんかねこれあの本当よくできてるんだけどなんかいわと昭和感もあるんですよ、ね、そうですね うん、なんか、<laughs> はい、いやいや、そうなんですけど、あのただ、あの結構、題材としては、まあえー、DV とか、あのそういう,こう連れ子の虐待みたいな問題でもあるので、結構現代的なあの素材ではあるんだけど、なんかこう、すごくあの、まあ、そういうふうに読めるんだけど、結構、昭和感があって、まあ、それも魅力なのかもしれないんだけど、あのもし今後、商業的に。 出るのであれば。あのもっと現代的にした方がいいのかもしれないなとは思いました。まあ、でもね、昨日なんか、三島賞を取ったいかれころとかも、なんか。昭和感なんですよ。もう、その田舎の家の話だから。 そこでも記者会見でやっぱり現代性はどこにあるんでしょうみたいな話を突っ込まれていてまあそれを松田耕さんがいや現代性というのは現代を書くものではなくて心の中にあるんだみたいな話を心が現代なら現代なんだって現代人と同じだって変わってないみたいなそれをどう表すかは人次第みたいな話をしていてまあ僕はだからまあその別に昭和感っていうことを別にマイナスに捉える必要はなくて。なんか そこで勝負すればいいいいんじゃないかと思いましたであるいはこれが現代だと言い張るって,ってえ、まあ、別にそういう声もあったねあ茨城県でこうなんですよ <laughs> <laughs> 今で<も>茨城県ねあそう静岡、ね、その話もなんか出てた、ね、<laughs> そういうだから地方の,とその,の現実と東京の現実の違いみたいなこともあるので、うん、はい。 まあでもそのやっぱり S.F. とどう混ぜるかっていうことに関してはまあいろいろ考えた方がいいと思いますけどまあでも多分鈴木ずも当時は散々ざんこんな S.F. じゃないとか言われたと思うんですよねだからまあそれはあのそれを上回る個性を発揮するかうまく混ぜる方法を発揮するかどっちかだと思いますねはい、はい、大丈夫ですかはいはい、えー、で続いてえっと伊藤元春さんの猫を読むというこれはあの 京都を舞台にした鷹野辺りですかね、えー、を舞台にした、えー、青春小説のように始まるけれども、実はっていう、まあ、その現実がまあ揺らぐというか、いわゆる一筋縄ではいかないことがだんだん分かってくるという、ですね、えーまあ、猫 SF、まあ、でも猫じゃないっていう話なんですけど、まあ、なんかいかにも東広樹、そんなことないと思いますけど。 まあ一応、読むとですねまあよくできてるんじゃないかと <laughs> であの森見富み彦をなんとなく模せる雰囲気だと学生サークルの仲間3人とその後の人生まあとでもう1人ぐらい加わるんですがおまあ猫イコール異性人の観点から時間をシャッフルして再生する物語とまあそんな感じですよね。 であの全体がデータベースの再生みたいなメタ設定があって、まあ、なんかあのそこに、土地の,の AI とか、あの猫とかじゃなかった、猫とか異性人とかみたいなものも関係してくるという、まあ、設定になってるという感じで、まあ、あの全体的にです、ね、こう僕、ロマンチックな感じはこれ、結構いいんじゃないかと思いました、であの伊藤もくんはあの言論スクールで、他の批評とかもあのやってるんで、あアイスコーヒーにしてください。 あのいや,あのやってて前から知ってるんですが、まあ、結構こう小説が一番結構向いてるんじゃないかっていう気がしましたね。なんていう読むんでしたっけ、「角に雨って、章「しょうう」章か、章「しょう」のあと、まみこかな。松見ま松見 小野真美子っていう、まあ、元カノへの思いみたいなもの、平行世界というか、この時間シャッフルっていう設定を使って書くみたいなふうな感じで、まあ、読んだので、まあ、結構いいと思いました、であ,の v あと、あの VR の別の可能性を探るために、なんか猫を使って実験するっていう、まあ、あの発想も面白かったと。でというわけで、あの全体としてもロマンティックな雰囲気も良かったし、ここのところでもいいところはあったんですが、であ,のあと森美智彦館というのも結構あったと思うんですけど、あのただですね、いかんせん登場人物が多すぎると思うんですよ。 であのこれ具体的には、ですねこの翔っていうのが、付き合う女が多すぎるんですよね、であのこれ、基本的にこの翔とマ美子の関係を軸にするべきなので、せいぜいその悟っていうのが出てきて、三角関係、まあ、プラス1ぐらいあってもいいんだけど、この翔が次から次へといろいろ女の子と付き合うのは、たださえ時間シャッフルしてるんで、話分かんなくなるだけなんです、で特にですねこのさつきと鈴鹿っていうのは、ほとんどキャラかぶってるので、いや片っぽ1人でいいだろうと思いました。 であの僕の推測するにです、ね、これも単に推測なんですがなんとなくこれは伊藤く君の人生というかですね伊藤く君のリアルな大学生活のリアリティみたいなものが多分こう結構反映されてるんじゃないかと思うんですがで、まあ、友達同士離れたりくっついたりっていうのはまあ おそらくリアルなんでしょうし、あのまあ、そこが味わいといえば味わいなんですが、まあ、物語の時系列がシャッフルしているので,です、ねあの、もっと登場人物をすあの絞り込んだほうが良かったんじゃないかと思います。あとです、ね、これ、技術的にですが、があのこれ、章立てあったほうが良かったと思いますねあの。小説全体を3つか4つにあの分けたほうが、多分全然読みやすくなったと思います。あのまあ、というわけで、えっと、もう少し整理してあの、読みやすい感じにすれば、これ、結構いい小説に。 なるのではないかというふうに僕は思いました。以上です。じゃあ、俺ですね。はい、えっと、まあ、一点つけてます。えっ、ー、と、この読者をこうグリップして、どっかへ連れて行こう。ええー、こっちへ来てくれという、まあ、そういう山。 系にはまあ、そっぽ向いて、まあ、その代わりハイセンスの芸術展を狙う。まあ、そんな作風、えー、あるいは作家だとお見受けしました。あの、第一ページからわらわらと大量の人命と人間関係が出てくるんですけどもう、もうそこのところで、もうちょっとこれもういいかなみたいな気。ちょっと、なったんですよね。で、そこで猫について思わせぶりな前振りがしてあってもですね。で、えー、どう、にかね、そこを乗り越えても、こう、待ち構えているの、こう、果てしなくスライドしていく。その情景であって、ええ、見当識が途中からですね、失われていくの。 ですよもう私も60歳に近いので、えー、<laughs> あの認知症が近いので検討式が失われていくんですけどねあのこのショウえーとマミイコの<何>が猫を、まあね、探してこう歩きながらこうどんどん、えー、行っていく。 えー、あの場面は次々横滑りしていって、その移,動移動自体にです、ね、そのスリルとかドキドキ感みたいなもの、どうなるんだろうみたいな、そういうものがこう伝わってこないということですね。あの学生映画のように2010年代の就活模様がこう血のけの薄い色調で描写されていくという,、まあ、そう、そういう感じで思い出したように語り手のことがこうあのそのまあ猫のトリックみたいなものが似合わされるけど、これが刺さってこないんですよね。でこ,れ読んでとこ,うここににみがあありますすよよ読めなないのはあなたのはた力不足ですよとこう作者に言われて ある程度のそういうこうなんか、そういう感覚を覚えてしまったということですね。えー、で、結末にたどり着くと。まあなんか計算空間であったみたいなオチなんですけれども。あの郊外辞典のアピール文では読めるものには人間のように見え,見える。テキスト。ただし、読めないものには猫に見える。 えという設定が書かれてましたが実作ではあんまり追求せずにそういうその仮想世界みたいなところを逃げていったようなま感じがしましたでそれは広がよりちょっと一見 SF になったようだけれどもその発端のアイデアをこの物理世界で我々が生きているこの世界でやってこう世界の方をねじ曲げることができたならばそれはすごい作品になったんじゃないかなと思いましたね伊藤さんって演劇もやりになってるんでしたんよねあの演劇あるいは映画と小説のあの一番大きな違いって何だと思いますか。 人が演じているとか舞台装置があるとか演出があるとかということではなくてそれは劇場という小屋があるかどうかってことなんですよねあの、まあ、あの映画とか演劇には、まあ、よほど特殊なもの以外にはそのあの箱があって舞台があってスクリーンがあってそれにあの対面する格好でこう座席があるわけですよ。えー、それはですねああのこうああの あ,あ私だけのためにあるその椅子で、その椅子で、えーえー、があって、あの、 あのそれにえじゃあの舞台スクリーンがあってそれに真向かいになるあの客席がある私だけのためにあるこの椅子で2時間どこに行くこともできずどこに行きたいとも思わない時間え空間その中にこう自分がいるというのがあのそもそもその演劇とか映画の在前提にはあるえそれがないところで小説っていうのはやらないといけないということはその,あの見えないその枠組みみたいなものを作者が常に意識してないといけないということですよねだから私が2期と3期の講義で舞台の設計と時間の経過を課題にしたのはつまりそういう いう理由があるからなのですよ、えーまあ、あの今回の,その作品の中で、まあ、一番それがあの見事に達成されているのはチャリーさんの作品で、まあ、だからプロのまあ評価も高いかなと思いました、えー、だから特に SF みたいにいろんなパラメータが自由自在に変えられるものは本当にそこをあの強く意識しないといけないと思います。 ところが過去作を読んでですねナンバー・オブ・マイ・ルート・やいずれ女子系女子を読んだんですけれどもあのなんかあの30年運んはつまらなかったんですが、えっと、その2つはあの私にとっては見違えるほど面白かった、えー、エンタメとかよく売れるとかっていうのはいかないんだけれども、まあ、なん,んですかねあの、えー、宮崎夏地系さんのコミックみたいなあの人を食っていながら繊細、えー、懐かしいのに未来でもあり今でもある、まあ、そんな新鮮な感覚があ,のあったと思いましたね 多分それは道徳者のレセプターと噛み合うものが、まあ、あのなんかキャッチーな,なんかものがあったのでカチッと組み合ったからそうなるとあ,のあなた持ち味の,そのアート系の基礎とやや体温低めのフラットな質感が混じり合った、まあ、そういうワンダーみたいなものが届くんだと思います。 だからまあそのことをちょっと念頭にですねそもそも一体これで何を書きたかということをそこのそこまで起きてあの今あるものを全部取っ払ってその奥に砂金が残っているかどうか分からないんだけれどもそれをちょっと探してみられたらいいんじゃないでしょうか伊藤さんが作られるという世界はですねあなたが思っている以上に洗練されていて高度なんですよこれはあの褒めているのではなくて読者とのギャップがあるという話ですね普通の読者とねギャップがあるという話だからそ,のそこでその核心にある感覚を外にる に出してあの読者によくわからないけどなんかゾクゾクすると思ってもらうためには、えー、まあそ,それにより見合うための面倒くささだとかや暮ったさみたいなものにあのちょっと自分が通過しないといけないと私今はまた通過しないといけんと思いますだからあのそこの中では今今のあなたの直感とかあのそういったものを裏切ったり切り捨てる瞬間があるかもしれませんけれども、まあ、あの逃げずにやってるとそれはまた、えー、いつかきっと今以上に豊かな形で収穫できるのではないでしょうか以上です 僕も似たような感じなんですけどあの、まあ、むしろでもそのおしゃれであの繊細であの現代的という意味ではよくできていて別にだからその現代政府の短編の,だからその日本だけじゃなくてそのアメリカ政府とかでもよく書かれるようなあのその現実を多層化して、まあ、そのなんだっけある取り返しのつかない喜劇みたいなものが。 ななんとなく起きたことを、えー、なんとかするけどできないみたいなどうしようもなさと切なさみたいなものと青春とそれからその SF 的なガジェットっていうか設定をくっつけるっていうのはなんか、まあ、非常によく描かれてるんだけれどもこれはそれをすごくうまくやっていてあの非常にあの、えー、っと作品としては、えー、っとそういうものとしては非常によくできてるんだけど。 まあでもそういうものはそもそも特殊な特者しか相手にしてないからあまりそこでいい点を取ってもあの一般の人には届かないよっていう話をトビさんがしたのでまあそれはそうかもしれないなとまあでもここにいるような人には結構あの刺さるかなと思いますね。あのなんかまあ、京都舞台にしてててるっっもあ,ってあの藤田翔平さん っていう人が、エセマガジンにあほとんど SF じゃない短編を書いてるんですけどその京都の学生時代を舞台にした、まあ、僕はそれを思い出したんですけど藤田さんの方がやっぱりなんていうかその,、えー、っとその頭の、ね、読書会みたいな、えー、情景を書く時のなんていうかその刺さり具合がさらに深いので多分だからそこでもっとぐっとつかむようなものがあるとその かっこよさとか洗練とかを超えてなんかもっと野蛮な力でつかめたかもしれないなという気はちょっとしましたでも僕はもうそのラストも含めて猫の出し方とかも含めてまあ東さんと同じように評価するべき点は結構あるなと思いました、はい、なんで、まあ、あのかなりとびさんの言ってるのは結構その高いレベルですごく一般的に平場で勝負するとしたらこんなのはもうすぐ最後まで読んでもらえないよみたいなことだと思いますけど。 まあそういう道を歩むって言ってもあると思うので、まあ飛びさんに言われたくないよっていう気もするかもしれないですよね。あ、やっぱそうだよね。はい。俺みたいになってしまういやそれはそれはいけないよ。まああのね飛びさんを目指してる人はまだ後から出てきますからね。えそれまたその時に話をしたいと思います。飛び宏隆を目指していいか問題についてはね。はい。那須さんにも近いですよね。だからね、そのこのこれ。そうそう。これはまあ確かにそうです。はい。まあ。 だから僕はのあのー、いやいやさんはもっと読みやすいでしょ。や僕は商立て商立てをやったりあとあの <laughs> こんなに人数を出さないとかっていうことによっていやこれでも人数でも安さんのクンと上でちゃんと年号を入れてた <laughs> でもこれでもそのまま聞いてないあのなんていうか。<laughs> もうちょっと高野間とかを出すならそううい場所とかの舞台もう少しだから、きょうの土地勘がある人とない人で全然違うと思うんだけどあそこでもね、泉谷って視殺事件が起きたんだよね、店員が刺されて大変なっていう事件が起きて、僕は、ああの泉谷でとかってすごく驚いたんですけど、あの辺にレンタルビデオ屋が今あるあのちょっとぐらいのところそう。ですね だから、そういう京都小説、あ、その森美登美彦館と言ったけど、森美登美彦の京都と明らかに違う京都になってるので。そこで、その、新しい京都。それは、なん、なんですかね、京都の中の場所の問題です。いや、場所じゃなくて、そう雰囲気が。森美登美彦の学生は、あんなおしゃれな読書会とか行ってないから、多分。あ、よかったよかった。でも、なんか、今、場所の話になるかと思って、そんなの分かんねえよと思った場所は、まあ、近いです。歩いて、森美登美彦の舞台から歩いて、5分ぐらいのとこ。う まあどうなんでしょうね、もっと読みやすくすれば、でもなんとかなるんじゃないですか、これは。いやいや、あの <laughs> そう、そう、う、小だてはあの、あんまりロジカルにならないようにっていうのをちょっと意図的にしてて、あのそのデータベースの世界って前提があったので、その機械で読めるようなロジカルなものから逃げていくっていうようなつもりで、一応あの、全体の構成を作らずに書いたところがあったんですけれど。 まあでもよくわかんないけど映画とか好きな人ってなんかゴダールとかが好きでそういうことやりがちじゃないですかでも普通に見てたらわかんないじゃないですかだから、なんかそういうこうそこはもう諦めてある程度わかるようにした方がいいいと思いますよはい。あが分かんなくてもいいけどなんかそのフックで一応その読者をつなぎ止めるなんか強い何かっていうのが用意しとけばそれはキャラクターでもいいし。そのなんか えー、映画作中に出てくる映画とか小説とかでもいいけど、うん、そういうもので僕、小説って<地>あの基本的にあの別に BGM があるわけでもないしあのカラフルでもないから実はあのすごくそうい,う,そう,いう,こうザッピングによってあの関心をつないでいくのが難しいメディアだと思うんですよねだからやっぱりかなりやっぱ論理的にこう構築していかないと人が読み続けていかないっていうか。はい あのだから、たぶん今回、伊藤萌さんはちょっとこう、あのまず、あまあ、さっき飛びさんが指摘した通り、ちょっと過読性ということについて、あまり考えてないというか、読者がどれほどこうついてくるかということについて、あのすごく、えー、楽観的に書いているのが、まあ、ちょっと欠点ですね。すねまあだから、猫が本当はね、うん、フックになるんですね。すねだから、猫はなんなのかで、猫じゃないよとかって言い張る、うん、猫っていうので。 まあ僕はだからそこで、とびさんよりはもうちょっと、いや、一応、じゃあ、なんだろうとかってちょっとこ考えながら、推理しながら読むとか、い <laughs> いやや,いいやだからもうちょっと、もうちょっと、だから、そのネコで引っ張るなら、もうちょっとそのな、そなあの誰には何が見えていて、誰には何が見えてるみたいな、でもまあそこでどこの段階で明かすかですけれども、最初からすぐ出てくるんでね、うんうん、で出てくるのでえなななな、なんていうんでしょうかねあのな、なんだろうと思って見てもらえる感がな,ない、だからフックになってなくて、あの 混乱を増すためのファクターななってるようそがま猫探すところとか結構いいと思いましたけどねその辺はもうちょっとあとやっぱりちょっとねもうあの翔のまみこへの愛がもう少しこう普通に書かれたりするべきなんじゃないですかねあのもうそういうことでしかないと思うんでかっこ悪くなることを恐れすぎているようう感じはありますね全体にちょっと全部かっこよすぎるのでそれはあるかもしれないはい。 で、次がその、さっき登場していただいた小野田さよさんの、えー、バックファイヤーですね。はい、えー、と、まあ、これは、その。快眠枕みたいなもの <laughs>、ね。快眠枕。快眠枕の、<laughs> すごいハイテク版みたいな。これをセットして寝ると。快 <laughs> 眠枕のユーザーとユーザーサポートの話ですよ。<laughs> そう、そう、そう。<laughs> <laughs> まあ、その、すごい高度なやつですね。ちょっと夢とかを通じて、こうね、あの、んなんかいろいろ。 これ薬事医,が医療補助とか出る感じなんですかね、一応あの医療費えとインドリームに関しては出ない感じです。はい、<laughs> 一応、効率的な突破はしてるけど、特に補助は出ないんで、結構これいくらぐらいかかるんだろうなと思って、こんな手厚いサポートを受けてみたいな感じでしたけど、まあ、そういうあの未来のグッズをめぐる家族小説というか、母親と娘の関係を描いた小説ですね。はい、じゃあ東さん いや、変わってもいいですけど、いやいや、いいですよ、僕はですねあの、小野田さんには期待していたので、えー、これは、えー、厳しいです、えーまあえーで、期待していたので厳しいという前提で、一表を言うと、まああの、インドリームなる推進促進睡眠促進装置を、睡眠促進装置を購入した主人公と、まあ、それに対応するカスタマーサービスの女性の話で、えー、とこれ、本質的な SF 要素っていうのはないんだと思うんですよ。 であので基本的には、本質的には、だからこんな、ウエゼを使わなくてもこれ、書ける話で、あの要は、だから、主人公。 っていうこののようですねのトラウマ、母との確執ていうのがまあテーマなわけですね。しかし、このテーマっていうのは結構ありふれていてあの最後のオチちもあんまオチちになってなくてですねまあまあ薬飲みすぎて不眠解消したんで結構いいんじゃないのみたいな話になっちゃってるわけですよ。つまり、ですねこの作品ではまあ主人公が実は何も動いてないし何も解決してないんですよね。ずっと昔を思い出してるだけなんですよ。これねあのよくないなと思うんですね。 であの僕あの、文学界新人賞っていうところで選考委員もやって,てあてそこでもこういう作品によく出会うんですがとにかくあのあの自分の中にこうずっと入っている話で私は動けないで私はいろんな葛藤を抱えていてどうにもならないんだっていう話がずっとなってて結局、その自分の悩みを,かを確認して終わるみたいな小説ってやっぱり結構出てくるんですよね。でも僕、小説はなんかこう最初と最後で,です、ね、なんか変わってないといけないと思うんですよ。 すごく簡単に言うと最初に悩みがあった人が悩みがなくなっているとか最初に悩みがないと思ってた人が悩みがあるようになるとか動けなかった人が動けるようになるとかそういうところがないといけないと思うんですがちょっと僕はこれは、えー、そうなってないので評価できなかったんですねで、あのーまああのー、本当はこれトラウマでトラウマを制御するっていう話 あのこのバックファイヤーってこう火事を火事で消すとかっていうことなんでトラウマでトラウマを制御するとかトラウマでトラウマを乗り越えるみたいなテーマを作ろうとしてたんだと思うんですが、あのーま、なんとなくそれがこう最後の1ページぐらいで、あのー、セリフによって雰囲気的に語られちゃっていてそれ自体が物語の中であのー、の持ってるトラウマみたいなものが、あのー、何か新しい 事件なり何なりによってこの消えたり乗り越えられたりっていうようなことが物語の中で描かれてないっていうふうにまあ僕には見えました。というわけで厳しい点ということになってしまいました。申し訳ないです、はい はい、ではいいですか。はい、いいですよ。僕は厚もさんと正反対なんですよね。で、だから後の方でよと思ったんですけれども、いいポジション取っていただきたい。いいポジション。本当においしいポジションありがとうございます。あの、えっとあのまあ他の人の参考になることなので、ことこととした時のことになるんこのまあ先のまあ構造というかあのどういうふうになってるのかってことをちょっと見たいと思いますね。で、あの主人公をめぐるあの辛い人間ドラマに奪われるんですけれども、このお話のサスペンスというのは結局主人公が眠れないっていうことなん。 ですよであのそれが最初から最後までずっと眠れないっていうのがあって眠りたい主人公と眠せたいサポートの人がぐるぐる回ってるっていうそういう話なんですね。で、あのー、その眠れない原因は過去の事実であってでこ,れはこれは決して修正も解決もできないって、まあ、作者も書いてる で,すよ、ねでえー、だからこの,あの物語の,かあのカタルシスというのは主人公の人生の悩みが解消されることではなくて主人公が眠れるかどうかってことです眠れたっていうことなんです、えー、だから、あのー、その事実が眠れたという事実が、まあ、人の生きる苦しさって解消なんかできないんだけれどもでも生きていけるよねと寝たら明日が来るよね今日は寝れれたいよね、えーそ,まあ、そうしたら時々おやつ食べて笑ったりもできるよねっていうそういう考えをあのなんかそういう情感みたいなものが出てくる、まあ、それがなんかすがしかし

作者はあのアピール文でで書,書いてるんですよねでこれが大変理,理にかなっていると思うんですよ。でこの主人公が、まあ、あのまあ本当にあのか,かろうじてどうにか自らを救えたのは、まあ、その薬の飲み過ぎだとか片耳外れたとか、まあ、偶然の積み重ねの果てにはあるんだけれども死にたくないというその主人公の体が、まあ、あのまあ要は作者の体がこの結論を生み出したということなんです。 えだから、あのえー、だだだだつまりあの、えー、認可されたあのエビデンスを積み重ねて厚労省が認可した方法ではなくてこの物語が始まってから終わる中で散々のたうちまった主人公があ逆にその主人公の体が血を絞り出すようにしてあのこの解決法をあのその体が発見したということなんです、あの言葉の上のロジックではなくてで、えー、その解決法があの結果として後であので確認してみると自律神経の働きであるとか安眠コントロールデバイスの機能と思いがけない形で 符号してそれでまあ一応その、えー、なんていうの,あのテクノロジー的なロジックの音、えー、それから最初から最後に言ってたのは眠れないというサスペンスの解決それから作品の主題あの人は人生の反問とどう向かい合うかってことをあの同時に解決させたそこれはそういうところを目指して見事に成功した作品だと私は読みました、えーまあんまりあの直すではないですけれどもあのせわしなく一読した時にあのクライマックスであの間宮さんと大磯さんが眺めるグラフの意味がすぐ飲み込めなかったんですよね ここら辺あの読者はですね。生きてききって読んでるので、えー、ここでもう少しうまくコントロールしてあげないといけない。それからえー、っとあの主人公があの。 えまああの解決する深い眠りに落ちる直前の夢の場面、東京の空の描写、これ、最大の見せ場だと思うんですけれども、ここ、ちょっと夜が明けようとしているのか、闇が落ちてくるのか、両方が起こっているようで、読む方はちょっと混乱しました、ですねあの感動が味わえないんですね、眠り明かりといって暗くする必要はなくって、作者があの眠りに落ちていくんだけれども、ここはどんどん明るくなっていく場面だと思ったら、自信を持ってそういう場面をえ造形えしてください。ですね あのー、とにかくあの場面の隅々まで意思を通わせて気を緩めず、カッと目を見開いてあのこの場面を描いてください、でいいことを言います、今から、えー、いいですか、場面というのは,絵を描いては、あの絵を描いては絵画的になることを狙ってはいけません、えー、美しい絵を思い描いて、それを描写した途端それは場面ではなくて絵の描写になる。 だから読者はその場面を見るのではなくて場面が描かれた絵を見るという、まあ、そういう感じで見てしまうわけですよね。だから彫刻を作るように建物を建てるようにその場面を頭の中に意思的に構築して描く。 だ、えー、から、ね、風が吹き過ぎていくここからここまでの距離だとか、えー、向こうの稜線までどれぐらいの距離があるだとか空がどれぐらい高いとかちゃんと意識して描く、えー、そういう場面をあの、えー、一心にやって初めてようやくようやく読者は一次元を落として絵として見てくれる絵が目におこもりかぶというそういうことですねあともう1個言うと,、えー、とこの物語のカタルシスはあやっと寝てくれたかというところにあるので。 いや、そうですよね。あの要はあはあとあの読者もですね。あのみんながはハっとなるような、そういうあの肉体的なあの感覚が出るように、えー、書かれるとよろしいんではないでしょうか。えー、技術的なところでは、あのあんまりあの不満はありませんでしたが、全部言い出すともう長くなるので、えー、私の、えー、意見は以上でございます。はい、ありがとうございました。えー、ね、東さんと戦ういいですか？いや、もうあの？ 僕は読めてなかったということで、もう全然問題ないです。あのー、はどうですか？<laughs> いやもうこれは別にそのなんていうか、今回の候補策でっていうか、まあ言論の中でもやっぱり一番その S.F. のまあ実作とか出てくる中でも非常に例外的にあのちゃんとその現代の会社員っていうか、あのあの今の。 普通の人の日常みたいなものがちゃんとかけててで特にあのカスタマーサポート側の,やっぱりその空気感っていうのが非常にやっぱり、あのー、すごいさりげないんだけどその毎回コーヒーが出てくるところから始まるとかね、あのーでえー、コーヒーを用意し自分で用意しないと思うと隣の人がなんかこう入れてくれてるとか,です、ね、なんかそういうそ,のそこで2つのパートの。 えっと切り替えをコーヒーヒででやるとかです、ね、まあそういうちょっとした工夫とあとその何そのていうかそんなに長くみっちり書いてるわけじゃないんだけどやっぱりその働いてる感じとかカスタマーサポートがいろいろこう言われがちだけどやっぱ普通に現場で頑張ってる人はいろいろ大変だけどまあ事情だし仕事だしこういうふうにやってるよねっていう感じと <laughs> そのやっぱりこの面倒くさいお客だけど、まあ、だからといって客の悪口言うわけでもないしみたいななんかその感じっていうのはすごくやっぱりいいなと思って 小説ととしして、まあ、そこは面白いなと思いな思ましたねでやっぱりその一応そ,の、えー、っとそういう現代にないテクノロジーを、まあえー、開発してる企業のサポートの話っていうのはあんまり、あのー、SNS の中では書かれないその開発する側とかですね、えー、っていう話,の話にどうしてもスポットが当たりがちなので、まあ、それをあのサポートカスタマーサポートを、あのー、むしろこっち側の。 メインにして書いたっていうのもまあ発想としても面白いし、こ、えー、ういうのはありだなと思いました。ただやっぱりどうしてもその、ね、全体的にその地味に見えるっていう感じは否めないので、その辺はトレードオフで、あのエセウとしての派手さを求めて読んでしまうとやっぱりなんかあまりスッキリしないっていうか、あの、えー、その主体的にすごい解決するっていう。 感じでもなくて、まあ、そのたまたまいい解決が見つかってしまうということなので、えー、どうかなと思うけど、まあ、むしろそれがリアルかなという気もするので、まあ、これはこれで僕もいいんじゃないかと思いましたが、はいえー、結構、これを、ね、最初に持ってくるというのは、まあ、逆に勇気がある選択ででも、飛さんには当たって東さんには外れたという感じですかね。 あの褒めすぎたように思われまああのそんな高いても上げてないとも言えるので、まあ者なんでも低いですね。そのあのわけもまあ新進賞なので、あのなんかなんかものすごいなんか新しいものが出てきたという感覚っていうのはわけのわからないものが来たという感覚はないのですよ。あの規制規制のあの非常に優秀な作家のあのアベレージかちょっと上の作品みたいな感じを受けるというところはあったかなと思いますね。はい。だけどまあうまいんですよね。あのえっとカスタマーサポートのあの女性のあのル X の方最後にちょっとあの服々しいとというここあの意表を尽かれるの表現とかですねこれちゃんとあの効果があると思うんですけれどもこういうところもまあうまいもんだなとは思いましたねはいはいどこの四点四点はもう完全に同列なんですか飛び差の中では二つ四点がついてますけど、えー、ああ同同列ですねはい、うん、どっちはうんかなうんうん、うん、はいえー、まあでも安野さんもね二点入れてますからね点数入れてないわけではないです三番手評価 厳しいことを言いながらもまあ,あの小野田さんはもっとできる人だと思うんですけどね、うん、<laughs> 急にうってくされいやいやそういうわけじゃなくて <laughs> あのなんていうかなんか十分小さい話じゃないですか <laughs> なんかあのこうねあのなんかどうなんだろう お母さん巻き替ドリームの形をインドリームで撮るみたいなことなんじゃないですか,あ,あ,そうなのかあの時もでも確かにあの似ておる感想を僕言ってた気がしないけど <laughs> あのやっぱりでもこれおな,なんていうかなこの洋さんという主人公のそれでも家族の話だしこの家族のトラウマもいやまあ本人はいろいろ深刻なんだと思うその彼氏も大変だったんだと思うよ。いいろいろそうなんだけど まあしかしな,<これ> S な SF あ東洋樹が求めるものはこれではないいいうか,いやだからなんかこう、よく,あよ,まあ、よくあるっちゃいけませんよそれは一人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 いろいろ悩んでる <laughs> まあでもなんかその、うん、もっとなんかもっとねこうもっともっと面白い話が読みたいなみたいな。 気持ちが俺のこれはでも何 <laughs> ていうか逆に言うとそのよくある悩みをやっぱりどうやって SF にするかっていうことを非常にうまく考えてその、ね、その実際悩んでる人とそのカスタマーサポートの相談する人との間にこう分けてその客観的な自分とそ,のそういうふうに考えられない自分みたいなことになってるわけじゃないですかだからまあそれを SF 化する方法としては僕はすごくよくできてるし。 まあむしろその女性読者でなんか同じような名前をかか悩みを抱えている人にはなんかすごく救いになってその最後の眠れたところで本当にほっとする人も多いんじゃないかと思いますけどまあピンとこない、まあ、僕もでもあんまりこの悩みに関しては全然ピンとこないのであの小,さい小さい話だなとか <laughs> あのもっとなんか派手な話の方が良かったんじゃないのみたいなそのざっくりした感想に関してはむしろ東さんと同じような。 そうねまあだから純文学っぽいんですよねうん、ていうかなんか最近最近なかったあの今回の sf 創作講座はやっぱりっ純文学的ですよねあの全体にこの七作七作のうちそうじゃないものもありますけど純文学っぽい作品が結構多いっていうか、まあ、天木さんもそ,うそうですねはい天木さん伊藤さん小野田さんってこらまでね結構純文学 みたいな感じでしょ後ろの方になると違いますけどねあそういうふうに並んでるんですねなんとなくたまたまかもしれないけどちょっとエンターテインメント枠と純文学枠みたいなね上からね確かにスペクトラムがねそうなんですよねちゃんとね進藤さんも入れてあるので大丈夫ですよやっぱ違う惑星とかが良かったなみたいなそういうこと思いましたはいえ ありがとうございました。えっと、じゃ、あ続いてですね。えっと、菊池和弘さん、時間調律師ですね。えっと、まあ、これはもうとびさん、とびさんしかない。いいの。とびさんからいきますか。じゃ、順番から。はい。まあ、あの、平木のワールドの一つの行き着いた形というか。あの、細の水彩画のようにまとめられると。あの。ところまで。菊池さんは、えっと。あの。 去年も今年もあの総研セフションの最終候補残ってて、えっと前に受講された時は平木野さんという名前でやっぱり同じようなえっと分子人形っていうシリーズの連作を書かれていたはいあのまあそういうえとびひろさんとびさんの影響を受けすぎてとびさん的な世界を一生懸命こう書き続けているという人ですねいや嫌だからそうなの, <laughs> うなの <laughs> い俺こんな風なことなかでもなでも特に。 辛いけど、いや、はい、いや、<で>まあ、その時間長。いや、もう一回最初から言います。はい、まあ、あの、はい、行き着いた形というかですね。まあ。あの、あ、とうとう、単細の水彩画のようにまとめられるところまで、この技に磨きをかけてきたかという。まあ、あの、そういう感じは、えー、ございます、ね。まあ、その点では、まあ、あっぱれだと思いますよ。えー、文章はずいぶんうまくなったし、あの、視覚的に美しく造形された世界に、まあ。ある種の懐かしさと、だとか、喪失感をはらんだ、あの、微笑ましい順序が書き留められていて。あの、そこにい、い一抹の薄くみ悪さをまぶして、あすあ、なりすぎないよう。 かんきつ系の苦さというよりはあの魚の綿のようなこう苦さをこう加えているというそういう感じですかね。本にも書いてたけれども水のモチーフをまああの要所要所に散りばめてあの個々のパーツがバラバラにならないようにしたのもあざとすぎずまあ正しく抑制されているとは思いますけれども,まあでもまあ本当に申し訳ないんだけど俺ちょっとこれだめだわ <laughs> という, <laughs> 言うしかないんでねまあだからな何でしょうまあこのテーマをずっと書いておられるんですけれどもその文字と本の端的というのはまあ要はあの作家だとか まあ基本的にあの文学とか本だとか字が大好きだということが分かる,分かるまあ我々のような人種がですねあのえそういうのをあの好き好きというのをですねそのなんか躊躇とか東海だとか自己否定だとかあんまり出していないような気がしてうんそ,うそういうのっていいのかなとで俺はもう前に書いているんですいろんなところで書いているんですけどこのあの本が好きとかですねあの読書が素晴らしいみたいなのをあの作家が書くとですねあの腹が立って腹が立って仕方がないといういやあのそういう人間なのでまあそこへこれをぶつけてきたのがフーンだ とちょっとまあ思ってあのいただきたいというところ、えー、二つ目にはその政府として造形する時のあのディテールのなんていうんですかね作り込みがあの、まあ、浅いっていうんじゃないですけど、この、えー、よくわからない。 えー、菊池さんの大ネタである分子人形ものについてい以前その人形がどんな袖でできていてそれがどんな組、えー、メカニズムで組み上がったりバラバラになったりするのってそれが分からないっていう苦言を転したことがあるんですけれども、まあ、同じ問題はこの候補作にもあって、まあ、物理の上ではあの展開してないだからまあそれでいいんですけれどもじゃあなななんでその、えーまあ、人間のような外,あの外見を持った、まあ、だからあの人間に見てもらうためにそういう外見を持っているその、えー、書籍書あのあの本,の本のファイル 入るのですねその中の文字の詰まりを直したりするとなぜその外形が直るのかみたいな,なんかかみんな、ね、読んでもらいたいと思ってその外形を取ってるって言ってるのにそのさ最初からなんかあの、えー、変に壊れているような外形となってそこら海の中漂ってるいるのがよくよく分からなかったですねあと、えー、最初その波打ち際の水が文字になってるんですけどもこれはそれはその文字っていうのはその本に入ってる文字じゃないんだけどもそれはなんでそんなところをピシャピシャしてるのっていうのもそれも分かんないんですよね。要はその水際に女性がががいてでそれが文字が できていてい手を差し入れて内容改変ができる、まああのえー、要はその神秘的なあの、えー、ものを優先しているのでだけどあの作者はそれがあの読者をうっとりさせるだろうかあるいはその戦利するだろうかってやっぱり常に考えないといけないわけじゃないですか。 だからあのそのためにはそういう裏付けみたいなものがまあどうしても必要になるからあの、まあ、作者がアピール文で書いているように君はもっと具体的にとかもっと説明してとかって言われるんだけれどもでもそこのところをちょっとかわ,かわしてですねあの、えー、自己アピールでひあの、えー、書きながらしかもちょっとそれをかわして一歩引いたところにいるというのはあんまり言いたくないんですけれどもそれはナルシシズムなんですよ。 えー、保身なんですよそこを突破してくれないとだだあのそっちの方で薄く笑っているのではなくてちょっと真顔でもうちょっとこっち飛び込んでこないとだめよということですよね。あの電子書籍がなくなってからダブローの出現までの経過はこの程度の説得力で既存のいろんな SF 作品に勝って新人賞ですと言ってあの、えー、第一短編集の表題作になれるかということですよね。あの えー、だからあのな、なんていうんですかね、うん、あのその部分であれば、自生の夢にちょっと似てるんで、自、ま、生、あまあの夢程度の雑魚は倒すぐらいの着替えてこないと、それはだめだと思うんですよね。<laughs> えー、ああ、なるほど、えーえー、なるほど、これは物理的に考えても、情報世界でそのこういうような絵面になるわなというところまで、それは徹底しないと、それはビジョンに,しかにはならなくて、絵面にしかならないということです。そういういいい意味で,です、ね、あの作者はあのギリギリのことをやっていない んですけれどもやっぱりコートのラインギリギリに立たないテニスプレーヤーがですねどれだけのサーブを打てるかということなんですよね、えー、攻防新人賞を突破できるかということなんですよね、そこを考えていただきたいと思いました以上です、はい、安住さんは。いや、もうあのう特に付け加えることはなくてですね、あ <laughs>、ね、あのまあ、とにかく飛びひろたかが好きなんだなと、それしか感じなかったと書いてありまます <laughs> ででああの <laughs> えでえー、と、まあ、つまり、ですねあのとにかく綺麗でいい感じの世界を作りたいという意思は伝わってくるんだけど、 あんまもうそれ以上書きたいことがあるのかどうかが僕はよく分からないですね、この人は。あのつまり、この物語はな何を言いたいのか、だからあの僕もなんかそうじゃないもの小説とか文学があることはよく知ってますよ、しかしあのなんか最近、僕は頭が悪くなってきたのか,なんかだんだんこうそういうのが嫌になってきたんですよ、<laughs> なんか単純にあの人が言いたいことがない人の話ってあんまり聞きたくなくなってきたんですよね。 で、だから小説もそういうところがあってです、ね、で、すね結局、何をなんか訴えたいのかなみたいなこれはみたいなこの小説はあのどういう人を動かしてどういう人生を描いてどういう感動を人に引き起こしたいのかなみたいなのがちょっと分かんないとなんかもうあんまり小説に入れなくなってきてるんですよね,すね昔、そういう人と戦ってたんじゃないいやいや、もうあのだから僕も年取ったんですよ。<laughs> 文体ね,かねまあ,あるあるあるみたいなね<う>まあ美しい文体いっぱいあるよみたいなねそういう感じなんですよ。まあ、であのまあであのそれで、はい、だからこの人はこの小説で一体何を書きたいのかが僕はよくわからなかった何を主人公にしてどういう悲しみを描きどういうなんか意志とか欲望とか感情とかを描きたいか伝えたいかっていうのがよくわからなかったんであのまあというかただ世の中に、ね、いろんな表現があるので。 つまり、あのー、この方のやりたいことは小説ではないんじゃないかっていう感じかな別の言い方をすればいや僕はあのすごくかっこよくかけてればそれでいいと思いますよだからあのちゃんとそのかっこいい世界になってればいいけどそのかっこよさがちょっと上滑りしてるっていうかやっぱそのかっこいい感じの、まあまあ、時間調律師っていう言葉からして見た目はかっこいいけどなんかそれってどういうことって聞いていくとそれって別に時間の調律じゃないんじゃないのとか。 いう感じにどうしてもなってくるような,そのなんていうか,かっこよさとその支える理屈というか SF 的な理屈だったりその、えー、システムっていうものがあの根っこがあんまりちゃんとしてないような感じを受けるのでだからそのかっこよさがあのちょっと詳しく見るとあんまりかっこよく見えなくなってきてしまうところに弱点があるのかなと思いましたけど、まあ、アピール文では小浜哲也氏の名前も出てますけど。 どうですか、小浜さんは。えー、<laughs> 小浜哲アドバイスをあ。あ、あのあ、えっと放送用のねマイクがね。 あのいやいやもう光栄ですよそうやってね言及してもらえてね <laughs> なんだけどもっと、えー、っ具体的に言っていんじゃなくてもっとお話をって言った気がするお話それがそういうふうにコンバージョンされたとしたらまあ多分言いたかったことをあのそれなりにさ、うん、してくれたのかなとも思うけど、うん、ただこれはねはちょっとね、はい、出版界にいる人間からすると非常にちょっとイライラする。はい 題材が扱われて確かちょっとある部分をちょっとかすめただけで全体の議論してるっていう、まあ、まあねなんかその道のプロだっていう人間がなんかこうガイアがいろいろ言ってることについてうるせえなみたいなに近いものをちょっと感じてしまいそういう意味ではちょっとその、えー、現世の世界に降りてきすぎちゃって足元滑っちゃったかなっていう気がしなくもないはい。 実際は何か言う言っておくことはありますか <laughs>。えっと <laughs> え書きたいことがあるのかないのかという意味で言うとああるのでるはい言いたいことがあるそれを それを読わ、えー、かるように、うんえー、読んでよ読,める読めるように書けなかったということかなと思います。まあ読み取ってもらえなかったということですね。そうですね。はい、えっとああアピール文に書いた通り、えっとそのえっと。 短所としてはその人の本の文章がちょ、えー、文章にこうイライラすることがあってはい、はい、それを、えーまあ、い,じいじる世界になっている。でそのための 背景としてまあ、えーまあ、薄っぺらくはなってしまいましたけれどもそういう社会背景になっていてで、えー、でもそのいくらその、えー、書いた本人が「良し」としていてもその他者が、えー、書いたひ人のものをいじるっていうのは結構えぐい話かなと。 ただそのエグさだけを書いてしまうと、えー、なんか本当にドロドロな感じになってしまうので、えー、まあ発酵物みたいな形で少し中和を図ったというところですうんうん、うん。まあやっぱりでもそれをそのやさを描いた方が良かったかなっていう感じはやっぱりしますね。だからその綺麗にやっぱりどんどん綺麗にしてしまっていることがやっぱりその。 弱さというかそういうなんかその伝わらなさの原因になってる感じもするので、えーっとまあ、僕平木さんの作品、まあ、あの菊池さんの作品はあのもう何作か何作もたくさん読んできてますけど、えーっとまあ、今回ちょっと短かったっていうこともあって、えーっとでまあ、あの草原セフタンペンションで出てる「ミュージックバトン」の話もあのそちらは割とエンターテインメントとして結構ちゃんと成立するような話になってたんだけど、まあ、こっちはむしろその。 なんかその見た目ですね、そういうかっこいい世界を描くことになんか酔ってるように見えてしまうっていう弱点がやっぱ若干あると思いますね、だからそれをやっぱりどうやって打破するかっていうことが今後の課題になるんじゃないかと思います。で大丈夫ですかいいですすか、はい、はいよ以上は心鬼にしていっているので、しかと受け止めていただすた <laughs>、はい。はいし 頑張ってください。はい、頑張ってください。はい。はいえー、で続いて、えー、一番今ポイントが入ってますね。今年春花さんのえっ、ー、となんだっけ父たちの荒野だっけはいですがこれはどうしますか。大森さんからいく。<laughs> いやいやからまた俺。<laughs> いや別に。 えー、あのとにかく僕はこれは素晴らしいと思います、であの最高点はあの限界として7点までということになっていたので、7点なだけで、あの僕、10点ぐらい入れてもいいです。であのであの基本的にははこれは、まああの まあ女性しかいない世界で父イコール男っていうのは1人で父は年取るとみんなを殺し始めるんで誰かが父を殺すとで父を殺すと男になるっていう設定でしかもそこでは配偶関係は女性同士の間にしかないで,あので生殖だけは男女間にあるけれど男は化け物であるとでそういう世界の中で主人公は違和感を感じているであのおそらくあの僕の推測ではこのハイラっていう主人公はあの他のあの 当初、えーと人物と違って彼,彼女だけは異性愛っていうのを望んでるんだけどから異性愛を実現するっていうのはこの世界においては実質、あのつまり男と女が対等に結ばれるってことはなくて結局、この人はあの、えー、と男になってしまうわけですねおおあ女,で女として男と結ばれるってことはできなくて女が男と結ばれようとすることによってこの主人公は男になってしまうっていう、まあ、物語の構造になっているんだと思います。であのこれ あんま分析したくもないんですが非常に優れた社会費用になっていてであのファンタジー世界の設定というのはいささかりきたりだと思いますがあの、まあ、例えばこの世界で都市ってないのかとかねこの世界の国家ってないのかとかこの世界のテクノロジーどうなっているのかとか、まあ、そういうところっていうのはまあいろいろ抱けるしその、えっと、オスはど,っかどこに行くんだとかねいろいろあると思うんですがあのただ、ちょっとそういうことは横に置いて今の。 僕たちがいるこの現実の中において、えー、女性が生きるとか女性が人を愛するということは何かとかあの同性愛とか異性愛が何かっていうことに関して非常に示唆的に考えさせる設定になってると思うので僕はこれをは今回の7作の中で、えー、最も社会に出す価値があると思うのでこれを強力に押します。<laughs> でとにかくこれは書きたいことがあるということですね。 ええ、というわけで、非常に高く評価します。で、あの、で、とにかく、これ、あの、書きたいことがあるってことは大事です。あの、他の人たちはですね。僕は、あの、今回、実は書きたいことがある人に点を入れてるんです。で、あの、天木さんも書きたいことがあったし、伊藤さんも書きたいこと、があし小野田さんも書きたいことがあった。で、あの、後で言いますが、まあ、新藤さんもね、なんか、まあ。あの、な、<laughs> まあ、まあ、書きたいことがある。まあ、で、あの、で、あの、チャ,チャリーさんのはね、あの、これ、後で言いますけど、すごくテクニカルにできてるんだけど、やっぱり。書きたいことっていうのは、どこにあるのか、よく分からなかったんですよね。で、あの。 でだから、そういう意味ではこのプロの作家は紀月さんや園城さんと僕、全然違う評価になってしまったんだけどあのとにかく何かね、テーマがあるっていうことが結構大事かなと、すごく簡単に言うと、であのでこの琴路さんって言ったら僕、テーマあるような気がするんですよね、なんか小説を書くっていうことによって何かをやろうとしている感じがする、だからあの、えー、といいと思いました、ただあの、一点だけ言うと、僕、父たちのこうやっていうタイトルは、やめたほうがいいんじゃないかっていう気がする。 これはのもっと別のタイトルをした方があの物語の魅力っていうかあのページめくりたいなって思う気がするあのこれはちょっとこの最初僕これ見た時なんだろうって思ったっていうかなんかウエスタンみたいなものなのかなみたいなテキストあのなんかそういう感じがしたのでちょっとこうあのこれは違うかなと思いましたけどまあそんぐらいですねはい。 以すごい好調が力説してるんですけど、私もあの、えーまあ、最高点をつけてるわけですよね、あのまあ、ジェンダー関係とか、まあ、その辺の分析は、あのあのそれはあのへんは言論界隈には入って捨てるほどいるはずなので、私はやらないんですけれども、人という生き物を、まあね、あの男と男、えー、女と女、えー え男と女あのそこで結ばれる関係はまあ成立してもしなくてもえ苦しさがあるし、まあ、そういう中でまあ一瞬だけれども生涯忘れられない戦術みたいなものがあったり、えー、それからまあ生身を引き裂かれるような離別があったり。 その離別の対象,に対象に何かが与えられたり、まあ、結局、まあ、与えられなかったりとかあの、まあ、あのそういう、えー、も,も,ろもろもろの,の、えー、したものをですねあの言葉で分節しきれない銃声あの獣のところまで降りていってけ描き出そうとし、まあ、神話的とか説話的とか具話的あの世界感覚を、まあ、あのえっちらおっちら動員して、まあえーまあ、どうにかなんとかやり遂げたんですねそういう作品かと思いました。あのえー、じゃあこれが本当にあの そうあの類例のないユニークなものかどうかというとあのよくわからないんですけれども、まあ、あの要は主人公はこの作品世界の中にあるそのどのセクシュアリティにもあの属さないあのからもずれたモードの中をこうずっと動いていってるわけですよね、えー、まあそのプロセスをビニールさえにわたって描き出して、まあ、それを浮き彫りにするために村の生活やライフサイクルが細やかに豊かに描かれているということですかねであの私の,あの,であの、えー、不満をちょっと言ってからあのまた持ち上げるんですけれども 文章はちょっとあの、まあ、私のものなんですけれどもちょっとまだまだかなとあのあの手が走ってる感じはあるので、まあ、無駄が多いかですかねあの走りながらあのもっとここを分かるようにあの自分の時間を伝えたいなというのがあってどんどん持っていくんですけれども、まあ、もうちょっと引き締めてもいいのかな。 つらいこと言うようですけれども、ちょっとこ言葉のバラエティー、語彙みたいなものが、例えば小野田作に比べてちょっと乏しいので、同じような文章が何回もあの押しずつできて、ちょっと,ちょっとあのだれるというか、うんざりするというか、そういうところがあるんですよね、こと言葉の動かし方も、プロのダンサーのようには美しくなくて、まだまだちょっとどたばたしているところが高いレベルから見ればあると思いますので、なんていうんですかね、例えば、ューとか描写にも、はっとするようなえ驚きがないんです。 あのま,だあのまだまだ修行していただきたいとは思います。 えーまあ、あ,のあんまりあの長くけなしてもしょうがないので,で,でいよいよ次、褒めるんですけれども、えー、と主人公の女性は姉なるものではなくてあの父なるものとか男なるものへとこう変貌していくわけですよね、えー、しかし変貌のうち主人公の欲望の向かい先は、まあ、本来想定された女性ではないということになる、えー、だからあのこの主人公の性質というのはです、ね、この社会と、えー、この作品世界の仕組みが要請するものではないんですね。 えー、主人公の中だけに用意されていたものであり、まあ、あの、まあ、つまり、それは作者の中だけに用意されていたものであり。えー、それこそが、この作品が書かれなければならなかった理由。えー、この作品が、この世の中に発表されなければならなかった価値だと。えー、そういうここだけ、俺だけを持つ作品はね、末端的にって強いと俺書いたんですけど。まあ、ここは、見事にとに東さんと一致しているわけですよね。うん、びっくりしましたですね。かったですえねえー、惜しいのは、そのは。で、えー、びっくりしましたね。<laughs> 惜しいのは、そこをもうちょっと押し出してくれたら、いや、あんだけ書いたのにと、本人は思ってる。 かもしれませんけれども、まあ、ちょっと、えー、まだまだうまくないかなと。えー えー、あとあの最大の読みどころになるはずの返信の,の場面がです、ね、食い足りないということを指摘しておきますけがはとなんかあの冠かぶったらそれが本物になるみたいなことでいいのかという、えー、そこに工夫がないというのはまだそのアドバイスが半分、えー、変貌の仕組みがよくわからないのが政府として不満だけれどもあのもっともっとちょっとあの私の目から見ると本質的な問題があるという格好ですねちょっと考えてみていただきたいのはあの、えー、この返信というのはあらかじめあの語られた神話で まあ、予言されているわけなんですよねだけど主人公が他に類いのない存在なのであればその予言されたものをあのなぞることでいいのかどうかと私は思うわけですよ。えー、さらにそれを上回ったりあるいはその、えー、あの読者に頬を張るような裏切り方があってもいい、えー、あの変身の仕組みをエセフティーに解説とかっていうのは些細なことなんだけれどもその男の銃声を具体物にしたかのような、まあ、その男の姿へ女性の形がなだれ落ちていくと言っていいのかあるいは上昇 するのかそれを誰も見たことのないような表現で生々しく生,生臭くかけるそういったことがあのできなければいけなかったのではないかと思います。ね。あの えー、そ,うそうすることで、えー、なんていうんでしょう、まあ、あのど,の,あの,どの,そのモードにも属さない主人公、えー、それゆえ、最終的にはこの世界のすべてから、まあ、最終的には拒まれるのかもしれない、えー、その内心があれだけ望んでいたその変貌ですらあの、彼女にとっては全く救いでなくて、おそらく星の世界に召されることはないかもしれないということを、もっとこう心血を注いで,です、ね、目から血の涙を流しながら書く、まあ、そうすればもっとこの作品の可能性は掘り出せたと思います。 そういう不満もあるけれども、その候補作の中で,です、ね、70ミリ対策映画みたいな感じの作品はこれだけであったし、うん、読んでいて、その気持ちを広げていくこと、気持ちが広がっていくことと、そのことに信頼を置いているというところは好きです、それだけにちょっと懸念をもう一つだけ述べておきます、候補作もです、ね、それから夜景も、それから前の作品ですよ、講義で読んだ実作、愛しきわが子も、世界とその中に包まれた登場人物の関係が似通っているんですよ。 あのビジュアル的にはあの表面的にあの装飾は違うんだけれどもあの文明が後退したとかあるいはその特定の美学の中に引きこもって停滞した世界とあの世界のその世界における子ども性的な成熟へ向かう直前のナイブな状態の魂との関係が描かれるといると思いましたえそのことと作者が二次創作のジャンルで長い活動歴があることがもしかして関係しているのではないかと憂慮しておきます。それははテーマという話ででなくてですね そのジャンルの,その菊の中で書きつけていくとあのなていうかなどれだけ自由に書いていてもおの自ずと許される範疇におと収まってしまうということが起こるのですよ。あの無限に高い天井の下であの書いていてもそれはやっぱり天井の下なんですよね。 でもちろんあの SF にもあのそれはあって去年、評判だったあの一部で評判だったある本は非常にクオリティが高いんだけれどもなんなんていうかあまりにもそのよくできた SF であることに私としては生む感じがあった。で,、えー、なんですかねあの まずまさんにその最初にあのからかわれたその SF 創作講座の方にあの偏りしてるって言われたんですけどもあのあのなんていうんじゃねここはその SF ファンダムの人ってそんなにいないじゃないですかあ、うん、だからだから私はあのそ,そこにその新鮮さをもらっているしほう,ほう,うんあの要はあの俺俺のそのガラスの天井をちょっとちょっと開けるあのそんな要素がこの若い人間たちから吸血鬼のように吸えないかとそういう気持ちもあるわけなんですよねうんねうんだからあのえあのこのあの評評というか好評書いているということはそのこう や,やりながらそのあの自分をその測定し直しているというところもあって、うん、まあだからあの、えー、あのあれだけあののあの報酬なのにこれだけ手間かけてるという、まあ、そういうことであるわけですね、うん、社長、えー、はい。いやいや,いや。<laughs> まあそれはそれは,それはいいのです。はい。<laughs> であとあの最近そのそのその,その子供のことだけ書いているという話があって、うん、まあもちろんその幼さとかその脆さみたいなのがその社会と激突して、まあそれが大にしてその性的な開花のメタファーを隠していることは、うん、それはあの S.F. の重要な特質です。うん、うん。しかしそれはあの作者が あの選び取ったものなのかあのこれまでの,その限定された生活の中でそのえ狭い欄に適応してあのえ進化を遂げているだけなのかね後者であればさあそこをどう乗り越えていくかなというところが今後の見物であり楽しみであるというところですねであのえ例外的に異彩をあの放っていた「三州八百余の木」が最高評価された秘密というのはあのその語り口の,あの工夫も含めてあのもしかしたらそこにあの秘密があったのかもしれないというのとまあ同じような話は あのサイファイアーに乗った、えー、人は違いますけれどもその、えー、天木さんの、えー、生き物、死に物に私があの高い評価を与えたのとある,あ,るある意味あの関係があるかもしれませんと、まあ、示唆だけして、えー、置きます以上うん、うん、もう完全にあの、ね、ゲスト選考委員の枠を逸脱した公表 <laughs> <laughs> それまでの全作品を認めてその作家的な限界を指摘するみたいなことになってますけど<あ>えっと僕はあのこの作品は非常に。えーっと やっぱり出力が圧倒的にやっぱり高くてですね、うん、まあこの7作の中でもというかまあ明らかにちょっと物が違うぐらいの勢いというか強さは感じましたね。で一言だけあのちょっとそのなんだっけ特にダール・グレーンラジオとかでこれはファ,ンファンタジーなのが惜しいみたいなふうに言われ方をしてましたけど。うん これは全然ファンタジーではない、ファンタジーではないって言うと、またファンタジーの人に怒られるんで、ファンタジーでもあるかもしれないけど、明らかに SF でもある、あの全然 SF です、これ、このままであのちゃんと SF になっていて、まあ、それはなぜかというと、別にその新しいその生態を考えていることだけで、まあ、SF なんですよね、だからそれをね、別にあのどっかこれ、どっか宇宙のよその星の話にするかどうかっていうのは、別にまあ、どうでもいいことで、まあ、その、えー、っと、この、 えと男性と女性のシステムをまあ作り出したっていうことだけでそのシステムがまあきちんとその存在してるっていう時点でまあちゃんと SF の要件は満たしているのでえこれが全然 SF の新人賞としてまあまあ別にファンタジーだったら駄目だっていうことではないけれどもあのファンタジーでも別にあの良ければいいわけですけど。 えー、特にまあファロー、ホラーでも純文学でも、まあ、若干の SF 性何らかの SF 性がありさえすれば別に構わないんだけれども、まあ、これは SF たちの講演に関して言えば、SF、あのファンタジーとしてではなく SF としてそれはあのジェームズ・ティプトリー・ジュニアの「愛は定め定めはし」みたいなその異性生態系 SF と被験するようなものとして、えー、っとちゃんと評価できるしあの非常にそういう力があると思いますね。だからそれはあの全然あの 胸を張って SF を書きましたと言ってもらって、全然大丈夫だと思います、ねはい、これあの、まああの、女性のまま男性を愛することの不可能性みたいなのが、まあ、テーマなわけですが、あのこれ、内容に関するアピールっていうのは、僕、最近読んだんですよね、これ、あのたまたまで。内容に関するアピールを読んだときに、うん、そうか、そうか、BL 小説を書くことを決意したのかとか、それ大変なことだみたいな感じで、こうあの、思ったわけですが。あの こう読んだらですね読んあとにこの内容に関するアピールを読むとですねあのこれ、すごいよく分かってるんですよね、この小こちさんは自分の小説が何を描いているかが。これはだから、それをこうなんていうかえ驚くというかつまり、まさにここの内容に関するアピールで書いてあることが実はテーマになっているあの小説でそういうものが書けるっていうのはやっぱり自分が何やってるか分かっているっていうことなんでまあそういう意味では、なんかこう。 まあ可能性があるなとと思いまししたね作家としてつまりあのこ,これしかできないんでなんかナチュラルにこれ描いちゃったらこういうふうになっちゃいましたっていうよりもな何を描いてるかよく分かっていて描いているなこの人はっていうふうにまあ思ったので、まあ、それも評価の一つの理由ではありましたあのすごくクリアな構造で作られている何をやりたいかがしっかり分かる。 であと、なんかやっぱり普通にこれ、それになるほど、こうあの単純にね、あの僕が最近、こうジェンダーバランスなん,なんとかかんとかみたいなことに関心があるからっていうことなのだ,だけですけど、これは、あ、なるほど、こういうふうに考えるんだなっていう気づきがありましたよ僕、なんかあの女,女性たちが、あの女性のある種のシスターフットみたいな世界の中で、男性異性愛っていうのを考えたときに、こういうふうに見えるんだなっていうことがなんか分かった。あのつまりこう 変な話だけどだからこの僕は男性だからあのホモソーシャルな空間でが女性をどう見るかって僕すごくよくわかるのであのけれども女性たちのホモソーシャルっていうかあんまりそういう言い方しないけどこう、うん、しシスターフッドの、ね、姉妹的連帯がこう存在する中で。 異性を愛するっていうことが、女性たちの空間の中でどうなってるのかっていうのはわかあんまわかんないんですよ。で、あのただ、それはすごくよく描かれているぐあの寓話になっているなと思いました。だから、あの純粋にこう sf っていうよりも、なんかあの女性たちについてよくわかる小説になっているところがこう。僕は結構感心した。あの感じです。はい。はい 単に追加で褒めてるだけですけどねだから欠点でいうと逆にテーマが出すぎてるっていうあのやっぱりそのテーマのためにすべてがあるみたいに見えてしまうのでまあそれが強いところでもありあのいやでもエロ,エロいシーンとか結構良かったですよエロいシーンエロか,エロかった <laughs> そうそうだからそこら辺のやっぱり出力っていうか単にエロいぞみたいな感じもあったのでそういうのも良かった <laughs> いやそん,な <laughs> そんなことばっかり言ってますけどね、はい はい、えー、じゃあ、ね、その後にこれが来るのもなんですが <laughs>、運命のいたずらというか、ですねうん、うん、震度の高典さんの推しの三原則ですね。今回、並びいいですよね、アイ俳優順なのに、<laughs> すごい考え抜かれた並びになってますよ今回アイドルオタク小説ね、ね <laughs> ドルオタは、えー、っと AI に変えちゃった方がいいんじゃないかっていう、うん、まあ小説ですね。 アイドル現場用語がこう山のように出てくるというえまあほぼ大体現実が描かれてますけど <laughs> あのえそれを AI に置き換えるっていう発想はまあ非常に面白いと思いましたけどえっとなんかね編集者とかには全然、刺さってないですね,ね。<laughs> まあさ、じゃあ僕もじゃ僕からさくっといきますが、まあかつた早回 SF コンテストで草の原点を押した人間としてですね、まあやはり点は入れなければいけないだろうということでまあ手は入れると、でただですねこれやっぱりスピード感に難があってですね、あの原点だったらね第二章で千年後とかに飛びますよ。で、あのやっぱりそこです。これの小説の欠点もうそれ尽きてる。あどこにいるのかな？ああかり。 この欠点はもうそれに尽きていてで最先端のオタクジャーゴンであの笑えるみたいなものはですね <laughs> この第1章でサクッと置いてですね2章以降はドーンといくとでシンギュラリティとかでもうバンバンいくっていうのが <laughs> まあよかったと思います、あ、でもそれだってあまりにゲ,ンゲンとあの重なっちゃうんだけど、ね、でもあの、例えば公安テロ組織とかなんかああいうのも登場するんだから例えば2章は急になんか文体化をてディストピア小説になってるとかそういうぐらいのこう。あの えーと変飛躍がないとやっぱりこのネタだけいや僕、結構いいと思うんだよねいいと思うというかあの笑っちゃうんで結構いいと思,思うんだけどこれだけでこの量をずっといくのはちょっと難しいだから単調かなっていう感じでしたね。以上ですす、はい、ありがとうございます あもうちょっと長くいきます、ねえー、とあの今回の候補作でですねあのひょいひょい先を読ませる力で、まあえー、ずるけていたのはあのチャリさんと新藤さんだと思うんですけれども、まあ、チャリさんの,その文章自体、まあ、ちょっとあの古いしやぼったいところ、まあ、先行っちゃいますけど誠実で客観的で三角級ドキュメンタリーの螺鈿書みたいにこう,こ,うこういうおにぎりぐらいの情報の塊を作ってこうポンポン置いていくみたいなそういう感じの書き方なんですがそれを比べると新藤、えー、さんはずいぶんほぐれて、えー、いるというか、まああのまあ、そこにあの 思い込みをこう強く入れるのでその思い込みの力によってあの、まあ、無理筋の話をどんどん進めていくという、まあ、そういう感じかなというところ、まあ、逆に言うとあの、まあ、進めはするんだけれども説得力はちょっとないよねという、まあ、そういうところだと思いました物語のキーワードとして、まあ、2つの三原則と推し編が出てきます。 あの最初は、まあ、あの作者の頭の中ではまあいろんなものが成運状になっているんだろうと思いますけどその中にあり得た可能性というのを一つ指摘したいと思うんです。よね三原則とというとその、えー、ロボット えー、三原則というのが、まあ、あのすぐ思い浮かぶんですけれども、えー、とあの例えばそのロボット三原則のようにオタクの行動を律する三原則があったとして、まあ、それを AI が担ったらという、まあ、そういう、えー、過程で作ら、まあ、れてきている話だと思うんですけれども、えー、そのルールに立ちされたオタクこの場合はあの AI のオタクがある一点で推し編というモードの転換を迎えるというのが、まあ、クライマックスでありカタストロフであるというものではなかったかと思うんだけれども、えー、とあのそ,それがもっとあの別の形でもこう ででできるんではなないかなと思ったんですよね、えー、とここであの、まあ、ロボットと言ってるんですけどここで扱われてる AI って結局ロボットなんですよ。であのそう見た時この物語のもう一つの,の,あの顔が出てくると思うんですよね。 えー、だから昔の SF だったらですねこのミクチュの役割というのはロボットを大量に生産して労働者を迫害する悪奪な大資本家なんですよねで、だから、えー、この作品ではそのロボットたちに工場労働ではなくて金融投資という労働をさせて、えー、そのグッズの購入やチェキによって資本を拡大するという、まあ、そういうことをやっているということですね、えー、でこの作品でテロリストと言ってる側も昔のレジスタンスとまあ言ってた側で 公共資本主義が金融資本主義に変わって、えー、コンテンツ産業がそのマネの流れのレンズになっているようなそういう世界の中で非悔しさの抵抗と何、まあ、あな,ならあの革命の話と言ってもいいと、えー、でそのレジスタンスの中からそのですか、ね、昔の,あのモノクロ SF 映画みたいにです、ね、レジスタンスの中から女神のごとき陰キャが出現し彼女に見せられた奴隷たちがまあ率いて、えー、資本家と対決すると、まあ、こういう話のようにも読めるということですね。 まあ、そうするとその、胸筋に思えたお話の進め方もオタク強制使用とか死刑とかというのもですねあの労働権を剥奪されて市場経済から阻害されたこう私たちの物語であるかのようにこう読めると、えー、強制主義の話であるようにまあ読めれてその出発点が、まあ、一人の天才アイドルがコンサートに潔癖さを求めすぎた、えー、その善意であったという、まあ、そういう話、えー、として、まあ、あの読みましたで、まあ、あのそういうビジョンを、まあ、掘り出すのにこのプロットでよかったかという点は、まあ、あるんで。<laughs> あの最大の点 観点ではその推し編というのは事前の予感もないし起こった結果はコンサート会場で騒動が起こって小娘が一人しょっぴかれただけみたいなそんな話なので、えー、まあこれ以上話すとあのもっと時間かかるのでやめますけれども俺だったらどうするかというとまあ推し編のタイミングは一つでもなくてあのよくってインキャの,あの路上ライブを聴いてあの AI が一人もうあの先んじて推し編を体験しててです、ね、レジスタスに加わる中でそのあの推,しの推しとは一体何なのかというその作者の一番最初の思い 持っっていいたたた疑問みたいなのをももとと展開させることもできたしえそうすればそのミクチュ側と、えー、それからも,あのもう一人の,そのレジスタンス側の抵抗もあのな,なんですかねあの、えー、なんかあの臭いオタクが次々倒れていくみたいな、まあ、そういう隠ぺつ滅した場面だけではなくてもっとさまざまな展開も可能だったのではないかと思いました、えー、だから、えー、あとあの,あの推しがテーマになっているのにそのレジスタンス側があのその推しについてどういう感情を持っているかっていうのは全くわからない。 彼らは何かを推しているのかどうか、えー、だからなぜその抵抗しないと思うほど誰かを押しているのかどうかということがちょっと見えてこなかったというところが、えー、あって、その辺を整理してみたら、もうちょっと面白くなるのではないかと思いました以上ですありがとうございました。 はい、えー、っとこれは僕はその東さんと反対ですね、まあ、草野源源が一切書かなかったアイドルの話をまあちゃんと書いて <laughs> で草野源源の最後にして最初のアイドルの最大の問題点はアイドル小説部分を大体あの最初の1ページぐらいで。 通過してしまう。<そ>あっという間にそ。ここまでが短かったんですね。<laughs> <laughs> 分かんないですけど。あっという間にあのアイドル活動しなくなってしまって、<laughs> あのラブライブ関係なくなってしまうので、<laughs> まあほとんど看板だけなんですね。まあだからそれに比べるとこれはあの地下アイドルのえっとまあ用語がかなりまあそのまま。 そのイエッタイガーとかです、ねえー、っとまあミックスも含めて、えー、っと非常に有効に使われていて、えー、っとまあその辺あのあのタイガー、ファイヤーサイバー、バーバーってじゃあ、じゃあ最後さ、叫んで終わるとかっていうやつが、まあ、ちゃんとうまく使われていて。えーでまあ そのね、最善管理の問題とか厄介の問題とかですね最近のアイドル現場でさまざまに問題になっている LGT とかの、えー、で大騒動になったやつとかもまあ全部取り込まれているわけですよ。でまあ、それは だから確かにそれが全部 AI にロボットに変わればあの大変いい現場になるなそれは腹ラぽロな現場みたいに良くなるなっていう風な感じですけどえと大体あの地下アイドルの現場に行きたくない理由がよくわかるみたいな小説になっていてえそこいう意味でもよくできているとは思いますただまあそれを SF としてそのシリアス SF としてすごくない高く評価されるものに持っていくまでうまく作っているかというと。 そそもそも三原則についてちょっとこの三原則でいいのか問題とかですねあのなるほどっていう感が SF パートであんまりないんですよねだからそこが惜しいで、えー、っとあとその AI で実際にその、えー、っとドローダがみんな AI になってしまったとしてじゃあその何を押すか っていううののをどう決めるかとかとその主人公たち以外の,そのアイドルの現場がどうのように変化していくかっていうそのアイドル産業のもうちょっと引いた目で見る感じっていうのが、えー、あると SF 感が出たかなと思いますけど、まあね、そもそもこの時代にまだ CD 売ってるのかとかいろんなことがあるわけじゃないですか。<laughs> じゃあ何を まだチェキがあるのかとかそういう問題もあるんですけど <laughs> あのそういうところを無理やりでもな,んかそのなぜこれが生き残っているみたいなのをあの時代化も含めて出せればです、ねでもまあ、あのゲンゲンは1000年飛ばした瞬間に一切ア,ンドアイドル現場は存在しない世の中になっているわけですよね。で観客もももも聴衆も何もファンいいないのに あのただアイドル、アイドルだと私はアイドルだと言い張り続けるっていうことでしかあのアイドル性が担保されてないんだけどこれはあの一応、お客もいるわけだから、まあそ,のえー、その時に例えば、ライブアイドル以外のライブはどうなっているのかみたいなことが、まあ、ちょっとでも分かるような感じになってるともうちょっとその、えー、冗談でも、えー、SF 的な納得感が出たと思いますけど。 まあそれでも現状でもあのね、ラスト読んで俺は泣いたみたいなことを言ってるね。<laughs> ラグラームが言ってたんだっけ。<laughs> なんか、すごいぞ。だってあの、えー、ダールグエンラジオって、あの六人、今回は六人が全候補作を読んでるんだけど。そのうち三人が、これに最高点をつけてる。<laughs> あ、そうなんだ。そう。もうすごいですよ。大、大絶賛されてますよ <laughs>。そうなんだ。もうわれわれ六ラジオ大丈夫だ。<laughs> <laughs> それ。 いや僕も大丈夫なのかと思いましたね。<laughs> それはちょっとどうかな。だからね本当は1点だったんだけど、ダール・レン・ラジオ評で1点出したんです。<ー>だから2点になって、はい、は,<ー>はい、あの、はい、あの気持ちとして、ねな。なんで彼らはそんなに高い評価なんですか。いやいやもうとにかく素晴らしいって言って、最後この気持ちわかるとかなんかオタクの喜んでましたよ。<laughs> はい。アイドルものだからやっぱり。いや特にあのアイドルオタクの人は誰もいないんですよあのいないにもかかわらず一生懸命調べたりして。 あとまあその最近だと推し武道推しが武道館行ってくれたら死ぬっていう漫画が、アイドル漫画があの結構流行ってるんでまあそれとかですね、なんか一気にアイドル用語が書いてあるページとかを一生懸命見てですね、お、本当にあるんだとか言ってすごい感心してあの新しい知識も得られる素晴らしい小説としてなんか高く評価されていたもう驚きましたけどね。本人が一番驚いてると思うんです。けどね。<laughs> すごい褒められてたよねめちゃくちゃなんか、はい、もう天、天気を来る途中、何度もそこから <laughs> もう、まあ、そこでもう、全部の感動をえちゃったっていう感じが、はい、もう、もうそこでいいかなというね、はい、そうだね、ここではそういう感じのこの温度差がすごいなと思いましたけど、<laughs> えー、まあ良かったんじゃないでしょうかね、でもこれ、多分ワアイドルオタクの人には受けると思うので、まあね何らかの形で電子書籍にすればんじゃないいと思いますね。 えー、ということでですね、はい、でその最後がチャリさんですね、はい、これは山に登る話ですね作家の評価が高いそうですね、すごいですよね、これもあのさっきの紀の月さんの感想が読まれたところが頂点じゃないかという感じ若干しますけど。<laughs> 頂点 <laughs> はい えー、これはどうしますか。じゃあ、じゃあ作家<や>作家を誰して私から。はいはい、うんとあの、えー、面白かったですね。あの最初はおた谷谷口さんみたいなハードトーザン政府かと思ったんですけれども、まあそうではなくてコミカルで躍動的で、あとあの他にこういうカラッとした作品がなかったんだよね。うん、でそれはあのすごくあの好感を持って読まれたものだと思います。えー、長所から先に言うとあのきちんと楽しませるための設計ですかね。あの私が言ったその、えー、場面の設計と時間の設定を あうまく作るとこんなにも読者を読まずするする読めるという、えー、そういう工夫がされていると思いましたあのまずあのレース競技自体が中心に据えてあるので、まあ、とにかくもうメッションミッションはもう、えー、名誉、えー、それから舞台は一つの山を登るだけなので舞台設定も明確でその中にあのステージがいくつも作ってあって、まあ、それぞれみんな違ってあ順々にあのクリアしていくだけで物語では自然と前に進むでキャンプがあるのであの途中にお休みもあっていろんな説明もできるという、まあ、あの非常にあの明快で よよくよく考えられた作りになっているととうことですね、えー、大枠がカッチリしてるんで、まあ、回想診断とかそんなものがあっても全然迷わないしあの警戒性とユーモアがまあ程よく配合されていて、えー、メカも頑張っていて、えー、最後の障害っていうのがやっぱりあの身体感覚的には一番来るように設定されていてそれを抜けると完全にまっ平らな場面そういう場面が出てきてあの読者は安らぎを感じるというそういううまい設計になっています。 えーでまあ、あのカルフォームといってちょっと揉んでみますと。 あのストーリー上の問題としては、主人公に全く苦難が及ばないんですよね。及んだ途端ロボが一人でに解決してくれて、あの主人公はその間ひどい場合寝てるんですよね。これはいかがなものかという。あの、そういう不条理逆かと思ったけれども、もまあ、そういうわけでもどうもないみたいですね。だから、あのもし私が変えるなら、あの当然やっぱり最後のオーバーハングのところをちょっと変えるということになると思いますね。あ、そこでこれまであのメカ任せだった。ac システムがま何、あ、かうまくあの伏線とかを入れていて、なぜか作動しないことにするんですよね。例えば、その排尿が廃棄されてバッテリーがあの。 直後に前剣が主人公に戻ってきてお前が全部決めてくれというそういうサスペンスが訪れると。で、さあどうする主人公は自分が決めるしかないのでそれまでの経験と伏線をすべて使って自分で正解を見つけ出す。そうすることによって主人公は自分の身体感覚の中に父の身体感覚の一部を相続する進化した形で継承する。それでその後霊例の旗を見つけるんですけれどもそこで彼女 こうすすんですよこれは私の山じゃないってね、それは私がこれから見つけていくんだと、こうすることによって非常にきれいに締まると、あの私なら書くかなと思いました。であのえー、ただ可能性として、ですねあのもしや作者はこの何の抵抗もなくミッションが成就するということ自体に革新性が思っているとか、そういうことは特になかった、誰かは分からないあの実はす。 はい、ないんですけど最後のオーバーハングに関してはエッジシステムも、はいはい、落ちてるんで落ちてて、はい、で父,父ならきっとこうしただろうっていうところで実はそう最後の部分だけは自力になっていてああで,、はい、であのそれはそもそもエッジシステムっていうのがその、うん、技術を受け継ぐためのシステムだからあの今までのステージ1と2でその。 練習がでできててるっていう前提で最後にちょっとああのそれを発揮するっていう構造にしたくて、はい、かつ、えっと、どんぐりがクレバスに落ちるところから始まって。 ね、あの上に登っていくところで終わらせたいっていうそうあのなんか遊びじゃないですけどだからお池にはまったのがゴロゴロお池にハマったのが最後上昇してって終わるっていう風うにしたかったっていうのもあって最後はああいうことになってたんですけど、うんうん、はいわ<の>かりましたあじゃあちょっとそれあの、えー、雑に読んでましたね申し訳ないただ最後の部分はおっしゃる通りで自分もちょっと反省し,、はい、し,しているというか、はい、あのその現現代のその山 を登っている人もうなんかそのナショナリズムでも登ってたような時代とは違うのでこの「私の山」っていうのは違うなっていうのが書いた後で。うんうんうん 思だから、そこはご指摘のとおりなんかそういうふうにしたほうがいいかのじゃあもうあのこれは間違いなんですけれどもじゃあ、えー、考えていたことを、えーとあのえー、外します。えー、とすまません失礼しましたで、えー、とあと、まああの、なんていうんですかね十分警戒さはあると思うんですけれども思ってあの読んでて体が踊り出すみたいなその感じっていうのがこう、えー、あればいいかと、えー、は思いました。であの えー、設計のうまさをあの書いた、まあ要はあのそこを極めた作品だと思うんですけれども、まああのなんですかね、そこも良し悪しであって、えー、なぜならそのあの、そこをきちんと書くことによって、書く上での難しさとかハードルが、まあ、極限まで下がられているというところはある,あるんですよね。だから、えー、他の方々がチャレンジしているような、それもっと複雑な構成であるとか、えー、それからあの誰も書い今まで挑んだことないようなテーマであるとか、えーまあ、あのそれからあの天木さんが書くような、面倒くさい人間描写であるとかですね。<laughs> あのすまませんっってしまってし、まあそ,うう <laughs> えー、そういうものが求められる小説を書けなくなったときにこの人はどこまでいけるかというのがちょっとこれだけではまだあの読めないなというあの感じあとその出来の良さもですねじゃあこれで既存のプロ作家が真っ青になるかというと、まあ、そこまですごいものではないという、えー、ところは、えー、あります、えー、という、あのーこあのー、要はあの皆さん方はまあこの最終選考というです、ねまあ、いわばそのそのオーバーハングのところにいらっしゃるわけですけれども、えー、こ,ここを超、あのー、えてのプログラムてその ラールのところへ出ると、それこそ今、うじゃうじゃといる SF サッカーがひしめき合っているわけですよね、そうすると互角にやり合わないといけないわけなので、そこに勝負を、そこで行ったときに、非常にかっちりよくできた作品を書く人とごして、どこまでいけるかということがあるかなとは思いました。以上ですはい 田さんいやもうこれはどううなの、まあ、うもう今、飛びさんがかなり言ってくれたので、まあ、僕としてはとにかくやっぱりすごいよくできていて、はい、僕も楽しく読んだし、はい、これが一番小説として完成度が高くそれは問題ないわけですが、まあ、しかしやっぱりなんか遠い惑星で山を登ってるだけの話だよなみたいな。 <laughs> でなんかやっぱりこう、ね、いやいやなんかうんいやいやよくできてんだけどうんみたいなあいやこれだから映像化とかもすごい良さそうだしすごいいいんですけどいやまあだからやっぱちょっとまあこうもう少し人間人間というか登場人物にあの普通にあのもう少しなんか内面とかなんかのだから単,単にあの。 単にあの父親との関係だけじゃなくて、もう少しあの様々な葛藤があったり、なんかあのもう少しこう魅力がある。あの人格の話があったり欲しいっていうなんか、すごく星的な感想になっちゃいますね。あのー、<laughs> 本当に <laughs> うん。そうなんです。まあこれ多分だから張り合うとしたらその何だっけ？上田さゆりさんの評判って、あの遠いは遠い。どっかの星で。あの？ サーフィンじゃないけど氷の波に乗るみたいな、うん、え話とかまあそういう宇宙,宇宙冒険ものとか SF 冒険ものの短編っていうのもまあ今でもまあ数は少ないですけど書かれててまあでそういうものに比べるとやっぱり若干の古めかしさっていうのがあってでやっぱり現代 SF のレベルから言うともうちょっとやっぱりその文章なりそのディテールでもう,ちょもう一段頑張るとそういうものと張り合うぐらいの。 なんエ s ンマガジンに載ってもおかしくないぐらいのレベルに行くと思うんですけど現状はやっおも面白いんだけどなんかその割とあ,のなんてうかあんまりこういうものがないからなんかそのよくできたエンターテインメントとして楽しく読めるよねっていうレベルにどうしてもなってしまってる感じがしてちょっともうひと頑張り欲しいという気がしましまたあと、なんかこれ僕の個人的な感覚なのかもしれないけど。あのー これセリフの中の中文章っって結構ラノベっぽいんですよねでも「字の文は」は、うん、もう少しこう一般小説っぽいというか、うん、むしろ結構ハード SF っぽいさまざまなギミックがあるんでうん、うん、この字の文とあのセリフがちょっとこうそご起こしてるみたいな感じがずっと受けてましたなんかこう僕読んでてだからあのこの字の文であのこれだけこういろんな設定詰めてしかもこんだけ分かりやすい話であ分かりやすいあの書き方ができるんだったらなんかもう少しこう鍵括弧の中の。 普通の会話にしてもいいのではないかとうう僕は思ったんですけどあんまり気にかからなかったですかな ですね。じゃ、あ僕の個人的な感覚は、いや、まあ、あの、さっき、あの、別の、あの、進藤さんところで言ったんですけれども。ちょ、ちょっと、あの、文体自体としては、ちょ、ちょっと、あの、少し古い。古い、も、のです。まあ、だから、その実直さみたいなものがある。まあ、それで支えて、だけど、それだけで、じゃ、それで、それに合わせた会話文としたときに。会話文としたときに、このノリの良さみたいなのが出るかっていうところ。それは難しいですね。いや、だから、まあ、から、逆に言うと、あの、そういうものを、その、セリフのルンリの良さで、あの。 ひょうひょういかせていくっていう、そこがバネになっているというところはあると思います。はいなるほどね。だから、も、もしそれをもとすんであれば、そのさっき言ったその谷公衆って言ったんです。でも、そういうちょっとハードの方に逆に振って。確かにね。まあ、その上まで取り入れた方が谷公衆。谷公衆を求めてるのかもしれない。それは確かに。確かにね。あの、なんか、そこはちょっと意識し、ていたところというか。そもそも、なんか、こ、これを書くきっかけじゃないですけど。あの。 山岳ももののまあ漫画とかも含めてなんですけど、うん、全部主人公男だし汗臭いし、うん、人すぐ死ぬし、うん、なんか楽しく読めて,て山好きになるみたいなものがなんかすごいないなって山があるそうじゃないと結局、なんか未亡人登山とか山のすすめとか可愛い子出せばいいじゃんみたいなことになってるのがなんか個人的にも嫌、はい、だというか、うん、な,なんでもっと。 まああのー、山岳もので学区とかもそうなんですけど人が死ぬのには多分必然性があってそれはなんかヒーローがずっと活躍してるだけだと山の怖さみたいなのがあの歪められてしまうからっていう意味があると思うんですけどなんか1個ぐらいこう人も死なず楽しく山好きになれるようなものがあるってもいいんじゃないかっていうことがやりたかったっていう話なので、あのー、結局あのセリフの部分は。あのー まあ、東さんのおっしゃっていると、ちょっと、浮いてる部分もあるかもしれないんですけど、どっちかというと、エンタメっていうか。うん、あの、おも、面白重視になっちゃったっていうところが、うんね、まあ、反省点でも。なる,なるほど、なるほど。まあ、それはでもね、うん、読みやすさとか、うん、そのノリの良さと、あの、トレードオフなので、まあ、どっちを取るか。っていういいま,、うん、まあ、意図的だったら、ね、まだいいんじゃないですか? <laughs> うん。逆に。<laughs> はいや、いや、いや、あの、本当に。<laughs> いやいやそうでもないうだけどやっぱりこれ意図的にやってるかどうかっていうことはやらあのこういうラインの小説が結構今少ないっていうのは確かなのであのそこはあのねあの読みやすくてでも一応 SF アイデアもあってえ楽しいっていうのは確かに必要だと思うんですけどまあはい。ということでですねあの7作を見てきたわけですけど。 この後一応スケジュールではです、ね、あの別室に行ってあの選考をするということになってすごい意外な作品が撮ったりするのびっくりしますけど多分そんなことにはな,らな,い <laughs> なんかあんまり別室に行く甲斐がない感じなんですけど、あのー、一応、ね、行か, <laughs> かないといけないのでそうでもないですよちゃんと別室で議論するんですよ。あそれになんかの特別賞などがあるん、はい、ですね。 さまざまなことがあるので、実は帰ってくると意外な結果が起きてるあとなんか、ダール・グレンラジオが特別賞を発表するって書いてありますよ。はい、それはこの時間帯でやるだってでも、ダールクレン・グレ,レンラジオも新藤さんなんでしょ、だって違う,違う,違うでしょ、特別ダール・クレンラジオ賞は、なんだっけ、高橋文樹が買ってきた、なんだっけ、えー、なんか、違う、個人賞を6人の人に渡すとかいいんですね、確かに、ね。全員じゃああ、全員じゃなくて、<う>人以外は全員でここの人とかでしょ。 あ、そうですね。それ以外も含めて、えっと含めて前回のダルゲンラジオ参加した六名が一人一人個人賞です。そうなんだ。すげえな。個人賞だ。すごい過剰な世界だな。東京浜澤賞とか。ということでですね。じゃあその間の司会をあの東京総研者の小浜哲也さんですね。今今急にバトンタッチしてですね。あの。 そこにいるあの編集者の人とかの感想を聞いたりしつつダー,ール・グレンラジオ賞も消化できれば消化してください大体30分い20分,20分は最低あるのでみんな休憩したい人はして,てください <laughs>、はい、あのトイレに行きたい人は行ってください <laughs> あのそれ以外の人はあの編集者のですねうちのトークの方が面白いという話が去年あったんだっけど。 <笑><笑>えー、なのでえっ、ー、と一応あの、ね、忌憚のない編集者の評価とご意見を、えー、聞いていていただきたいと思います、えー、どうもお疲れ様でしたはい皆さんこんばんは <laughs> はい始まりますよ,よこんばんはこんばんばは、はい、よろしくお願いしますお,おかしいでしょ<笑><笑><笑>どうも皆さんお疲れ様でしたお疲れ様でしたこんばんは <laughs> あの。えっと、いや、な、えっと、とりあえずさ、なんか、あの、まあ、ほぼほぼね。自己紹介しようか。自己紹介しようか。はい、あの、小浜哲也です。こんにちは。はい、は早川書房のいででございます。よろしくお願いいたします。はい、早川書房の小むです。こんばんは。こんばんは。あの、いで君とは、僕は、実は、もう、とても長い20年ぐらいの付き合いで。はいはい、あの、いろんなところで、実はですね、二人きりで話しする機会もすごくあって。 なんだけど奥村くんはプライベートではすごい喋るんだけどそうですねこんな、うん、こんな人前で並ぶのは多分初めて初めてですねなので、はい、加減が俺はよくわかんない中でいつもの奥村を相手にしてるつもりで喋るんだけどえっとあの大体、ね、だいたいね今回のあのトークの内容っていうのはかなりまんべんなく、うん、まあほぼ付け立つこともないことはないとしたら悪口もっと付け足す 悪口 <laughs> うん、特に最後の2人ね、あの、こう足らん、ああ足らんということをものすごく言ってあげたいんだけど、それやってるとあの大変なので、えー、興味があったら言ってください。いでも、小浜さん、やっぱ特徴的なのは、やっぱりみんながわざわざ SF じゃないってことで点数を低くした天樹さんに結構、一番点数んですよ、ね、これね、実はね、あのね昨日ね、徳井さんに送るときにね、はい、実は注意書き書いたのよ。 で、いつも俺は完成形にどんだけ近いかどうかとかねあ期待値とかあるいは何だっけなまあそういうことを今回はもうないとはいで、じゃあどうするかっていう時に単純に褒めてあげたいかどうかあ<ー>で僕はね実はねあのね 確かにね、雨木さんね、あれね、全く SF じゃないんだよ。で、あれをダルグレンラジオの人たちが言ったみたいに、あれを SF だとしてしまったら、これは全くしらけるわけ。うんあの、変な人たちは宇宙人でした。うんじゃあ、だめで、あれは本当にただの一般文芸なのよ。なんだけど、あの僕はね、もう本当ごめんね、あなたがね、あんなね、なんていうの、しっかりした文芸が書けると思っていなかった。ごめん、みたいな。 心理描写のとめちゃめちゃレベルがですね。一番高いレベル一番ねあの実はねだからそれだけなんてごめんねっていうので4点つけただけで実はね、あのーえー、と小野田さんと琴路、えー、さん、はい、とそんな変わらなかったんだけどでもねそ,それは個人的には非常に異論がありますけど僕としてはね。という。 うことかなでただね結局ね今日来る道でつらつら考えたんだけどあやっぱりでも完成形に近いとおで俺考えたんだなうんであとね新藤君のために言っておくがあれねつかみはすごいのようん俺読み始めた時あこれ最高点かなって思ったので推しの三原則まではいいんだけどアンドロイドが出てきた途端に途端に腰だけになってってあとはやっぱりアイドル文化っていうのも あ,のやっぱあんなもん2005年に始まったもんじゃん秋元康っていう人がパラダイム変えちゃったわけじゃん中のそういうのが20年後30年後にも変わらず続いているっていうのは、まあ、ある種のねまあそのユーモアとしては全然いいんだけど俺もうちょっと批評的な精神が欲しかったんだよなであともう一つはねあのアンドロイドがどうやって成立してるのかさっぱり分かんない みたいなところで俺、ダルラジのさ、なんか、みんなの好評聞いてて、え、しまった、俺、言ってんだったよとかって思って反省してたんだけど、あれ、やっぱ、ダルラジのみんなね、夢見すぎだよ <laughs> あのただ、あの言論というのは、夢見たあの最終作を選ぶということは、平気でやるので、まあ、ひょっとしたらそういうこともありかなと思ったんだけど、 まあこれ難しいね。さっきの東宏きと大森のぞみの温度差みたいなのを考えてもどこら辺をボリュームゾーンととってあの話をなんか批判してもっとこういうふうに持っていこうよっていうのは こうそういう意味じゃ難しいのかなとはちょっと思ったな。うん、僕は一番笑ってもう読んでて一番嫌いから笑いながら読めたのはやっぱりあの星の三原則で。これはまあ、そうだね。うん、いや,<常>いやあのそこは,、ね、いいはそこはねちょっとね僕ねあのそれちょっと褒めとかなんかなったの評価軸とはちょっと全然違う意味で、うん、僕はあの非常に楽しみました。うん、あのエンタメとしてというかそれ。まあちょっとね文章はもう少しあのなんていうかあの丁寧に書いた方がいいんじゃないかっていうふうに僕はちょっと思う。あで具体的な話はしたいと思いますけれども。うん。ちょっとこれはあの具体的な話まで行きゃいけどな。行きたいけど。そう。まあというふうにはまあまあ思って本当だよ 何、いで、うん、が特徴的に褒めたり、けなしたりしたものって何だったんだよあ。んそれはやっぱり、あの、僕、あの、チャリさんになんと、5点入れてるんですよねあ。そう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 、うん。で、だから、チャリさんを褒めたのは、二人の実作者と俺様だけっていう,ような感じ。そうだね。うん、すげえ、すげえぞ、俺みたいなところあるんですけども。うん、でも、まあ、あの、やっぱり、一番、なんていうか、エンタメとしてあ、あん。 信じて読めたんですよね人を楽しませようと思って書いているしすっかり伏線を張ってでそれが実はこうだったんだってことでびっくりさせようっていうふうなことをちゃんと考えて書いているっていう意味で、まあ、非常にあの古典的な設計ではあるけれどもちゃんとあのー、相手をびっくりさせようっていうもてなしがあるあのー、ちゃんとあのー、仕込み仕込みをやってあのー、気象点結をつけてあのー ストーリーに関しては一番うう、うん、そういう気がまずあるのがまずよ、まあ、それはそうのまあその代わりちょっと、ねうん、ご都合主義的な感じで、ね、ストーリーあのなんていうか設定をだいぶあのご都合主義的にしちゃってるのがやっぱもったいないなと思って,て山登ってくるのと重力崩壊的なものがなんであのタイミングで起こるんだみたいなたね、うん、ああいうふうなところもあのだいぶあるんだけれども、うん、まあそれを、まあ、さっぴいても、まあ、あのこの人の原稿を直して面白くするのは僕、意外とあの楽しいだろうなと思ったら、ね、小川さんの面白い一本にするような感じのことだったらできそうかなと思ったんであのそういうことも あ僕、ちょっと親近感あっていい点数入れました、はい、その割には説明的すぎない、俺、ちょっと冒頭はね、冒頭、マイナス2点、あのここはどこで、何メートルでとかさ。 ああいうので説明が進むとさっき、まあ、びさんが非常にその高尚な言い方でなんだその風景を書くことにうん、うん、あれ、本当にうまい言い方していてねだから僕、ものすごい、ね、人に対してこれ説明的だからだめだって人一番言う方なんだよね。そういう意味でいけば、ね、説明的すぎる。でね、あの例えばねあの実はね小野十郎さんに、ね、この間言ったんだけれどもね、あのー、例えばこれが漫画だとしたらこういうふうな括みで。 例えばナレーションでなんて始められないじゃん。うん 例えば誰が出てきてどこにいてどういうふうな会話がなされることによってどういうシチュエーションであるか説明するっていう努力を漫画の人たちってものすごいしてるわけよでこれテレビドラマも映画でもそうだと思うんだけどっていうのを今ちょっと小説を書こうとしている人たちはちょっとすぎんじゃないか、うん、漫画における風景なのあの,しあの視点誘導ってなるわけですねぱっと見たけに最初に目のつくのがないんで、うん、そこからこういうふうに人は見るからそこの並びにこう吹き出しを作ってあの説明的な絵を見せてこういうふうに作るっていうことああ漫画の人すごくやってるわけじゃないですか。 でやっぱり文章を書くときもあの視点誘導的な感じでねまず目につくものから入ってあのあの書いていくみたいなことをすごくしっかり言うような人もいるわけです、まあそれが正解とは言わないけれどもあのそういうやり方も、ね、流派としてあるのでですねそういういこともちょっと知っていくといで,、ね、で,もいいでそれ本当にいいまあご本人前してし、ね、て<い>変な話するけどさ直せるいやいやもちろん直せる,直せ直せ直せるというかあのアドバイスを。 うん、できますどれだけ答えてくれるかどうかわからないけれども僕ははは非常に、はい、うん、はい、はい、そこ、そこそれあってね、うんあのー、どれだけ直してくれるかわからないっていうのはどうしても俺は考えちゃうんだよ。 まあそれは所詮僕らは書かないですからねあのやっぱり直していただくわけですから、ねうん、相手がクリエイティブなことをすることのご提案させていただくことしか僕らはできないわけだけれども、ねうん、小浜さんと伊田さんそっちの話突っ込む前にねちょっと新藤さんの話1個だけ言っときたいことがあるんですけど、うん、すごい皆さん高評価で誰も触れてないことなんで、うん、多分ね僕とねあとね、うん かえって答え合わせしたい、多分ね、溝口は同じ感想を持ってたんじゃないかと思っていて、世代的に近いから。あの、正直、あの文章に不快感を、あの作品に不快感を感じる人間っていうのは、一定数います。僕は結構、切れながら読んでた。え、どこ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 。あの、で、な、あの陰キャの描写とか、あと、そのアイドル現場のね、まあ。えっと、まあ、冒頭の方で、要は、その嵐とか厄介の人たち。に対する、表現の仕方が、あれ、面白いと取るか。 深いとどるかっていうのは結構紙一重だと思っていて深いとどる人間はまあなんか腹立ってくるんですよねな,なんでこの,この描写ここまで必要いるみたいなそれなのに冒頭の,その厄介どもからも途中の,あのほら、えー、と陰キャの大学生の描写とかっていうのもだから。 そこがね、だからなんでこんなロ悪ア的に書く必要があるんだろうっていうのはすごく気になっていて、だからストーリーよりも何ニよりもそっちに目が奪われた部分が。超進動くんどうですか？うん、特に自覚しなかった？ね、ああ、意識しなかった？うん。うん、ああはいはい。なんか書いてる人間もまたアイドルが好きな人間で、なんていうかそんな、うん、あの。 俺たちってそういうダメな要素持ってるよっていう自虐的な、なんか内輪的なものがにじみ出てる。なんか自虐さ加減が、あのう、ろくさに出てるんじゃないかなっていう風な。気がしました。そ、うん、の書いてる人は、アイドルの現場にきっと行ってる人で、で、そういう自分はきっとこういう風に見られてる。んだろうなっていうことに対して、すごく、あのなんか思ってるんだろうなっていうことまで読み取っちゃうような風に、僕は読んだね。うん、だから、そこは綺麗に、だから、ダールグレンラジオで高評価だったっていうのは、そこが波長がうまく歯車。まあ、今の井出さんの話じゃないけど、あと、大森さんも、そんなそこは否定してなかった。 ただ僕は結構ねだからさっきねいろいろ温度差が、ねまあうん、いろんなところで出てくるだろうって言ったじゃん、うん、俺、まあ、アイドルゲームのうちはうちわの中での自虐的な雰囲気っていうのがあってそこかにが外から見てすごく辛いっていう風な感じは、うん あるるのはわか僕がムカついたムカつかないっていう議論はそれは主観的な話なんだけど一歩引いて言うと結局その、その作品がそのなんか自分が思ってる以上にあの読者の変なところに触れたりとかあと読者に変にギ意されてしまう部分っていうのはあったりとかするのでなんかその辺の加減っていうのはなネタとのバランスもあるけど大切なのかなっていうのは、ねねね、文化的なことを扱っているのでね。 ままあまあ立派なサブカルルですよアイドル文化っていうのはだからやっぱりその前後左右のその批評的な見晴らしっていうのがもっともっと必要なんじゃないかなっていう気はしただからあの分かる分かるっていうのと分かんないって今さっきは分かれちゃったけどうん、うん、やっぱり一人でもさ分かる分かるっていう人間を増やさないと小説はいけない小説というかまああのねあの今の 資本主義社会ではねやらなきゃいけないわけだからまあアイドル現場のあるある小説としてはめちゃめちゃ面白いですよあこういうことあるんだと僕も言えたりがいや俺知ってること調べなかったよあ僕何も知らなかったから言えたりが調べながらあれ分かんなかったんですかあのジャ a r g あのジャ argon まるきり分かんなかった俺も結構一応なんかなんなんか言葉は知ってたみたいなあ偉いじゃんあ上代ちょっと新鮮な感じであの異文化に触れた人間はちょっと高評価になっちゃってるその差もあるとだからいやもうちょっとディープにしてもよかったかもねそれはそれは思います俺も独ガーン もっと奥っていうか細かい話<ー>、うん、にしても面白かったんじゃないかな地下アイドルとやっぱり AKB は違うよっていう話から始まるわけでね。ななんんかかそういうい だからシミュレーション社会をねもうちょっと徹底するとこれはただそこまでこれがいけるかどうかというそれやるんだったらやっぱ対立させてなんていうかあの本当にアイ AI みたいなロボット相手のにあの楽しいコンサートをやりたいって思うようなアイドルもいるだろうけどもあの人間相手のあのダメな人たち相手にも血を流しながらやりたいって思ってるようなアイドルだってきっといるかもしれないじゃない俺ねいろんな立場のアイドル同士がまたいろいろぶつかりあの新堂さんの話でもう二十分使い切りそうですけど大丈夫ですかいや俺俺かい 在宅なので、うん。はい、はい、はい。はい、あの、いや、本当になんだっけ、で奥村、何が極端に。だから、僕は、その小野田さんと琴音さん、どっちか選べって言われたら、非常に困るので、ななななってつけてるんです。あのね、それね、できてるところと、できてないところのバランスが違うんだよな。んんいね、あの、やっぱりね、俺ね、あの琴音さんについてはね、やっぱり、その後半の。頑張りって言っても、俺二回ぐらいしか読んでないけど、うん、ものすごい、その。なんていうの、心境著しいと思っていて、うん、あの、だったんだけど。ちょっと、これについては、やっぱ無駄多いよね。 あとやっぱり世界の作り込みは、さっき集メル人が言ったけど、やったほうがいいと思う。うん、で、あの、うん、大森のぞみが絶対ティプトリーていうと思った、俺。はい,はいはいはい。うん、あのー、あ、の、読んどいたほうがいいよ、ティプトリー。読んでるあの、愛は定め、定めはし。 とといいうのをんでちちょっと打ちのめさされてくだう、うん、僕や山田正樹さんが公演の時これをすごく褒めたのはやっぱり綾瀬の目障りな死のようになるかもしれないという予感があって僕は勝手にそれでハードルを上げていたのでこの話は意外とそうじゃなかったなってことに実はちょっとそれは確かにあっ、ね、うんですがやっぱりあのあの完全な,なんていうか人間とは全然別の生殖とか異文化を持っているあの人たちがえっと我々だと,ととてもじゃないけど受け入れられないようなあの生殖行動をすごい危機として受け入れていくっていうのがあの話 すごいところで、うん、もう全く違う価値観の人間が「おお!」っていうすごいことをやってるっていうのがやっぱり僕ら将棋を超いたのがもう70年代の作品なのでね、うんうん、それからもう40年経って,経ってるので。 なんていうの、あのー、これをベースにしてもっといろいろくっきりさせようねと、うん、いうのがすごく最初の目標がとすごい射程が遠い話を書こうとしていてそれがあのこの話の中ではこれぐらいしか書けてないんだけれども、うん、すごく見てるものとか目指しているものはもっと遠くなんじゃないかなっていうふうな気がしまま、うんうん、そこまでは思わなかったけどあとこれは井出さんとも話していましたけど小鳥さんのお話は特に中盤から後半にかけて同じことを繰り返し繰り返し言っているようにうよ読めてしまうところっていうのがどうしてもあるので。うんうん うん、それは分かったっていう腕の走る人にありがちなんだよあのどんどん書いちゃってこれ例えば伊藤君もそうだと思うんだけどどんどん書いちゃって。 もう読者が飽きてるよっていうのに気が付いてないみたいなことってね分体のある人っていや伊藤君あると思うんだけど、うん、あの陥りがちなところでねだから登場人物も多くなっちゃうとかいうことっていうのがう、まあ、伊藤さんと天樹さんは本当にちょっと偉そうに言いますけど読者をお願いだから設定してください読んでる人がもう絶対いるからだからそれを考えて整理するだけで全然 違う作品に、というか、いい作品に。何。え、伊藤さん、玉木さん。玉木さんは一緒なの、うん うんあのねまあ連続新聞だからっていうのもあるんでしょうけどお二人ともやっぱり読者不在だなって思ってあそううん俺は思いました俺天樹さんは読者いるけど SF の読者じゃないいや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 あとねあとねこれね田舎がわかるかどうかでかいよあまあまあこれ絶対あるやんなるほどあじゃ静岡があってことですかじゃなくてあのね港稲江の M のために M のために M の初期作の大傑作だと思うんでね杉山こが超長い評論書いたんだけど あの全くその意見として納得するところで、ただ、会社の身の回りの人間たちは全くピンとこなかった、やっぱり田舎から出てくるっていうのはどういうことなのかっていうのが、どうもう、分かる人間と分かんない人間がいるみたいだ<ー>とそれは単純地方から、僕出て京都のか北部の田舎の人口5万人ぐらいしかいないところ京都だないたい伊藤さんのやつは、京都市内の話は、なんとか分かるような、分かんないようなみたいなのがありますあでもなんか地理がつじつまってないことは、割とすぐばれるんだよね。 どっちないまままあああんか舞台がいつの間にかすり替わってるなみたいな京都にいた人か伊藤さんは多分ね頭が良すぎるところあるんだけれどもそれがなんていうかもっと何ていうか人に読んでもらうための努力をした方がいいと思いますこれはんていうか現代演劇の書き方だなっていうそれはねだから菊池君とも繋がるんだけどねさっき菊池君が全体的に酷評されるような流れになっちゃったけどやっぱね分かってくれますよね なことだから俺はこれを計算して今提出しようとしてるんだっていうのがやっぱ頭でっかちになっている部分があってあとねやっぱ基本的にはねあのねやっぱり人間はね物語読んでね泣いた方がいいんですよだから鳥島電報があれがみんなが読めるのはあれは定量にあるものが人情だけじゃないからね。 なので、な、あのー、何わ節だから読める、だからそれは、うん、その力っていうのはね やっぱり若い頃はいろいろ反発があるかもしれないけどね、やっぱりある種の真実としてあるっていうことは分かった方がいいよと、俺は東広樹は言いたかったなと僕も普段やっぱり相手の作家にさいては東広樹のように言ってたわけ俺たちでもなんかあれだよね、成功委員をさらに公表してる立場で得だよな、なんか賢そうでな、あの人たちを批評できんだもんね、そうそうそう、飛び散はこいつもりで行ったんだろうね、一通り言った菊池君について、ちょっとなんか、お二人は。 えーとーな,なんだろうやっぱりもう少し分量があって読みたいなっていうのと、やっぱりどうしても、うん、うんとこれこそなんか僕は東宏さんがいつも言ってるような、あのー、最初、こういうだ、あのー、人物がこの物語の経験を通して最後、こういう風な人物になるっていう何か変化が欲しい、うん、この物語を経験することによっていやもう3年間ずっと同じこと言ってきた同じこと言ってきた、うんだけどだ,だからちょっと東宏が今日僕と同じこと言ってることに対してだいぶ反発だあったんだけど、まあ、それはそれとして、でもそれでも。<laughs> あのー 菊さんについてはあのもう少しぼやぼやした感じじゃなくてかっちりあのなんか核になるようなあのものを作ってその周りをぼやぼやさせていくというか、うん、何かあの技術の核になるようなものを作った上であでそこからあのせ世界観を広げていくような感じにした方がいいんじゃないかなと思うすべ、ね、てが今ふわふわしているように見えにもったい,ないとでうかそれはもう何十年も前から言ってる言葉なんだけど、うん、文章を読むっていうことは書いた私と読んでるあなたの綱引きなんだよ。うん で、これがみんなわかんない、これ、加減がわかんない、加減がわかんないか、そもそも綱引きであることを考えていないか、で、すべての,あの書き物っていうのは、ここにある、でまあ、映像もまあ同じかもしれないけどね、だからその綱引きができてないものっていうのが、やっぱり何らかの意味で読んでる人間にストレスを感じていて、僕たちはそのストレスが何なのかっていうのを言語化する商売なわけでしょ。 ことについてやっぱりそれはもう口を酸っぱくして何度も何度もね死ぬまで言い続けないといけないんだろうなっていうのは菊池さんのアピール文に確かそなんかヒロインとの関係性をもうちょっと書いた方がいいと言われましたか書こうと思ったけど書けませんでした的なことが書いてあったような記憶があるんですけどじゃあ書いたらよかったじゃんっていうふうにやっぱり思ってしまってっていうのはやっぱりそこが一番正直面白かった。 あの女の子が出てきてあ感じでそこ以外のむしろそんな設定的な部分は正直僕も目が目滑りながら読んでた部分がやっぱりあったのでそれこそ読者はみんなとびさんとか大森さんとかそれこそ東さんみたいにリテラシーが高いわけじゃないのでしかもねすげえ眠い時に読むかもしれないしあのねあのそれはそうなんで,なです。 頭がいい人ばっかりが読むわけじゃないから、うんね、伊藤さんにはそれが言いたいそれは分かるように分かるように書いた方がいいし、うん、で、あの書きすぎだって言ったら編集者が止めるまあ、うん、それは止めますね、うん、<laughs> そこまで言わんでいいからみたいな そしてそれがまあ一番言いやす、まあダメ出しというかなんかそのね原稿読んだ時の意見として一番言いやすいことでもあるからお互い合意の上で一番直しやすいじゃないですか。あのね足りないっていうよりもね余計だっていう余計なものの方がそれは絶対そう。まで言わんでよろしい。そうそうそうで逆に言えばねお前ちょっとワンブロック翻訳し忘れただろうみたいなものねそれあったりするんだよね。そうですね。えとなてなところすごいねあっという間になんか終わっちゃったよ今年どうでしたか皆さん。 え、あ、あ、終わっちゃったとか言っちゃった、ちょっとツッコミ入れて、なんかちょっとリクエストちょうだい。え、でもね、小野田さんの話、ちゃんとしてない気がする。ああちゃんとね、でい。もね、途中ちょっとね、途中ちょっとだれた感じがした。うーん、どうなんかね、長いんだよな。まきっちり交代交代に順番に書いてるじゃないですか。で、でで、でここここっっっちち起たと受けて であのこっちで起こったことがまたこっちで反映されてっていうのをきっちり手順踏みすぎてるような気はちょっとしたどっかにどっかにこうたるみがで<ー>出ちゃったみたいな感じ<ー>えどうでもオレバさんもね筆が走る方だからねだからやっぱり余計なねちょっとねなんかたるみができちゃってるじゃないかなちょっと今回文字,文字数が長かったのでそんなに構成を変えないで。 頭かからら下までってらい、うん、だからバランス配分もっと演出できたんじゃないかな、うん、あとはだからやっぱり話をもっと大きくするあとダルラジで高橋がいいこと言ったんだけど、うん、これはだからメーカー側が救われる話だという構造になっちゃってるって<ー>。 だそれはさっき誰かが言ってたその、うん、この人はなんかあの偶然救われた的な読み味にがてたか僕もでも割とねそう読んでしまった部分はあるので、うん、そこのミスリードは発生するかなって思うのとあとこれはあのななんだろう作品の話というよりは小野田さんとあった多分小鳥さんもそうだと思うんですけどネタとの相性みたいなのは絶対あると思っていて小野田さんは僕はこの系統のやつ書いた方がいいと思います。

まあ、まあ、いいや、それ前、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 の話になるから、ちょっと、小野田さんの話は、また今度でいい。はい、はい、はい。いろいろ喋り。えっと、お帰ってこないな。じゃ、なんだっけ、今年どうよっていう話する。今年だから、僕、今年からなんで、比較は全然。去年、一昨年、何も。去年、おな。なん、なん、お呼ばれ、お呼ばれしなかったから。今年、呼ばれなくても、ほら、先輩連中出てんだから。あ、あそうか、せまあ、どう、どう。イメージでいいよ、イメージで。どうなん、すただ。 東さんが言ってた今年、純文学が多いねっていう、まあ、純文学的なもの、うん、あの、の、うん、的なものが多いねっていう指摘は、うん、あ当たってるのかなと思うのが1個とあとなんかね、男性の作品と女性の作品の差が出てるのかみたいな,なのはちょっと感じましたかね。うん。うーんまあでもやっぱりその谷 ささんんんががいいいなればまたちょっっとと雰囲気変わたた思うだね、俺ね、谷さんね、じゃ実はね、落ちてるやつを珍しくね、谷愛で読んだんですよ、やっぱちょっと説明だらけで、ずるずるべったりになっちゃってるところはね、否めなかったので、だからまあ、覚えていってくれっていうのは、やっぱりみね、ちょっと、こんなの第1回で言っていう話だよな、ちょっと第4期から、ちょっともうちょっと実践的なことを最初に言うようにしようと思いまぎて。 なのであのー、そこはね、えー、大事だよ。でもああほんで伊てはどうよ。いやでもなんだろうなあのー、底上げはされててレベルは上がってると思うけれども、うん、うんと横綱相撲っていう感じの人がボンといるような年とはちょっと違いますよね。え琴とさん俺割と 急激に横綱な感じがまあまあそうだけれどもあの高木啓がやって投げ飛ばしてきたり八島勇玄が投げ飛ばしてきたりしてるのような,なプロレスとして面白くなかったそういう見方はあまり僕はしないようにしてるんだけども、うんうん、ただでもそれは一人一人が弱いかっていうと全然そんなことなくてな,なんだろうな。 この人とこの人がライバルみたいなせさたく磨する感じも,がもうちょっとでももめても <laughs> あただねかったやっぱねりね高木君とかねまあ別に八姉妹時はそうとは言わないんだけどやっぱりこの人ならではの SF が今舞い降りてきた感はちょっと薄かったねうんあのあ俺ねだからいいこと言ってんだよいろいろだからあの新しい SF は新しい作家に宿るみたいなことを言うとなんかもう一つあそんな小説が出てきたか っていうかじゃあちょっと今回は,はただ小説さんの作品はそれこそここ1,2年のうちによに飛ぶべき作品でしょうどうやったって、うん、ああるね<う>ただこれは結構普遍的な話だからね今年発刊についてはねうーんまあただそれこそそのジェンダー的な文脈で 今聞いたほうがいい、今聞いとかないと2年、3年たつと30年前から同じような議論して、大体、ィクトリーなんねえんだよ、74年ならそれはね、ちょっと普遍的にもっと作り込むと、もっと魅力的になる、山田将樹がね得意なんだよ、もっとよくなる、もっと上手くなれると、すぐ言うんだよね、みんなからなんかちょっと、お前、そんなこと言ってくけどよみたいなのある。 お題ください、お題、いろいろ喋ります。<う>うん、ないっすか。ないの。っていうか、えー、いいの?。つまんなかった。<laughs> えー、笑っていいんだよ、笑って。<laughs> <laughs> そうね、でも。 まあちょうどだからこれの前にクリスティショー賞の選考をやっていてでこれを読んでいてでこのあと SF コンテストの選考になるんですけどまあちなみにクリスティショー賞はこの前ここに来た時宣伝しましたけど多分まあ誰もさすがにね SF 捜査講座の人はご応募がなかったされてないですよね、多分ね。それはいいんですけど何を話そうの,じゃじゃの SF コンテストとやっぱり。 この言論の最終候補もやっぱり全然違うしなんだったらクリス・イーシアは SF も紛れたりとかもしてくるんですけどたまにねそれは、うん、コンテストとあの言論がだいぶ違ううん違いますねあのねう言うてやっぱり SF コンテストの方が多分ライトノベル的なものは多かったりとかするしあ,あ<の>そうかライトノベルでちょっと今突然思い出したんだけど、はい、いいチャリさんの 会話文って僕実は東博輝と全く同意見であれは安いと思いました <laughs>、うん、あの情報量の表現としてあれは適切ではないもっと有効に使えるだからあのセリフなくても全然困んないっていうセリフになっちゃってるのでっていうのをあのごめんなさい突然はい,すいませんあ,俺あのでもその話は俺もあってヒロインは別にあれでいいんですけどごめんなさい名前飛んじゃったあの男の子、うん、男の子というか、あのー、主人公のそうあっちの方はちょっとやっぱり キャラがそれこそ安く見えてしまった部分があるかなっていうふうには思いまあ安く見えるから気をつけろ、ね、そうに一票ねほんで何よそのコンテストとのそう,そうだから、えー、SF コンテストともやっぱり違うしクリスティー賞とも違うし、うん、ただあの危惧するところがあるとすればあんまりだから純文学的な傾向が強くなりすぎてもそれはそれでどうなんだろうなみたいなあのねただねそこはねやっぱり教室っていうものがちょっと違うのかな今回ね、うん、割と もういや単純にね、SF であるかないかっていうのを問題にしなければ実は、うん、あの今、天樹さんばかり褒めたけどね、小、うん、野田さんだって俺好きなのよ、話としては。なんだけどまあまあ SF とかお話のね、本当にその、うん、説得力ってのはどうだっていうことはあるけどもあのなんだけど、あのー、そこはね、やっぱり俺は天樹さんが面白かったのはこの教室の中で一番 SF 長く読んでんだよな。うん、それから出てくる人があんな文芸ですよ。だから人間の体っていうのはしょうがないのよ。うん、<laughs> <laughs> で、そういうい意味において 人はだからあの SFO もう例えばね野尻奉介ていうのは俺クラークになりたいと思ってた人じゃん、うん、でそういう人って分かりやすいんで、うん、SF のジャンルとしては、うん、でもそうじゃなくって実際にいろいろ吸収して書いてみたらなんか私の特色はそうではないだから好きなものと書いてるものが全然違う人っていっぱいいてさ、うん、っていうのがあの教室の場合は露骨に見えて応募作ではそれは見えないってだけなんじゃないのどう 伊沢さんどうですかコンテストと比べてコンテストと比べてうーんでもうーんやっぱりコンテストはもっと 3分の1ぐらいはライトノベル的な人たちやっぱあのおととし奈良系の人があの優秀賞に入ったりだかの一回奈良で発表したやつを出してもいいんだってことになっていうことにみんなが気づいて出し始めて増えたりとかねいろいろあるのでそういう割合はあるけどもでもやっぱ上の方に残ってくるのってそういう作品は残ってくるかっていうとあんまり残ってこないから上積みっていうか上のもの取ればあのそんなに僕言論とすごく違うとは思わない専攻過程ではいろんなものを読んでるから、うん、あのちょっと違う文化のように見えるけれども、うん、なんだかんだ言って評価が 高いものの傾向ってのはそんなに僕違うとは思わないっていうか、今あの今一番書ける人たち、頭のいい人たち、SF に興味のある人たちが最先端で書きたいあのジャンル的なものとか、あの方向性みたいなものっていうのはあの宇宙人 SF が少ないとかいうことも含めてね、まあ広げてみたいなヨーロッパ全体にやる、全体にやるあのやっぱ傾向があると思う。あの文系的なものが勝ってるっていうのは実は短編小やっててもね感じるんですよ。 あのやっぱりスタンダードな SF に影響されて俺も SF 書くみたいなやつがなんか減ってる感じがするんだよでこれが果たしてまずいのかどうかってあ今度こういう企画やろうぜそれあ,ーあーなるほど、ね、あハルコンに奥村も来て <laughs> そういう話やろうよこれはまずいのかみたいな話<ー>であのー、まあその中でねその宮沢優利や八嶋勇気がねちょっと昔をちゃんと思わせるものが出てきたってのはのよかったなみたいな感じはしてんだけどあのー、ただねあのそれさっきの議論っていうのは長編と短編の違い いやってのもあると思う。もちろんそれはありますね。で、うん、俺はだから SF のあの冒険の短編小からすると実はそんなに落差感じないね。 で何度も言ってんだけど、あのー、最初ね1年目の時に言論の優秀なものっていうのは草原の最終に通るか通らないかなだなって思ってたの、うん、いやそうしたらもうガンガン通ってるわけですし、うん、でまあなんか誰かツイッターでね言ってくれてた人がいてやっぱりそんな創作教室に通うとか無時して頑張るとかっていう人はやっぱこういうとこでも評価されるんだなって言ってくれてるのは俺はもう本当にねありがたかったっていうかいやそう,そうだよなというふうに思った。 うん、あ帰ってきた。帰ってきた。じゃあまた皆さん来年お会いしましょう。ありがとうございました。にいな,い,い,ない,いないか。<laughs> い失礼しまーす。 えっと、受賞こうこうここです。こうパ受賞式という感じでこ,うここでで受賞式をしたんですよねなのでこの席をむしろ、ね、こっちに寄せてでこの辺に症状を明かすスペースを作るというような感じで行きたいんですができるか i はい、番組始まったら教えてください。はい、はい、始まったんですかね。はい。はい 第3回、言論 SF 新人賞の結果発表ということで、選考委員のお三方に代表室というか、別室からお戻りいただきまして、これから結果の方を発表させていただきたいと思います。まずは、第3回、言論 SF 新人賞、つまりまあです、ね、聖賞をどなたが受賞したかについて、これ、主任講師の大森さんからご発表いただいてもよろしいでしょうか。 はい音楽とかならないの、どどどどどどどみたいなどど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 あどど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 んどどどどど映像表示のどどどどどどでどど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 どでどど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 うどど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 どれどどどどでどど うん、演奏によってはだいぶ。じゃあそ怖いからな。はい。はいえー、というねドラムロールがこうあティンパニですねあれね。はい。ティンパニ。ティンパニロールを皆さんの頭の中で流していただいて。てはい、えー。それでは発表したいと思います。えー、第三回元老エセフ新人賞受賞作は今年はるかさん <laughs> 父たちの声栄。<laughs> はい。<laughs> おめでとうございます。はい。当団です。 あ、あ、<laughs> ぜひ登登壇、はい、お願いします。はい、あ、カメラ切り替わるかな。カメラ切り替わって、はい、じゃあえっと大森さんから書状を<お>あのお願いいたしますし。急に音楽が鳴り始めた。<っ>この音楽が鳴るのか。<laughs> 柔軟に行きますね。はい、えー、賞状第三回言論 SF 新人賞ことじはるかどの、あなたは言論大森のぞみ SF 創作講座。 第3期最終公表会において当初の成績を収められました、その栄誉を称え、ここに称します、A、2019年5月17日、SF 創作講座第3期主任講師、大森希株式会社、言論代表、上田陽子、A、飛び廣中、東洋輝。 あ、はい、ええー、それでは記念のたてをお送りします。はい、おめでとうございます。えっと、じゃあ、あまず、えっ、ー、と、えー、どうぞ、あの。大森さんの、かの、からの好評、一言。そして、その後、ことちさんからご挨拶という感じでいこうと思います。 はいあのもうね、あのー、先ほどまでの選考会をあのご覧になった方は、もう全然、何のサプライズもないというか、もう完全に圧倒的なダントツの評価だったので、まあ、この3人も全員あの1位に挙、えー、げていましたので、えー、全く文句なしの受賞だったと思います、おめでとうございましたじゃあ、一言、今日はやっぱりこう勝負服な感じですかね、<え>勝負服なちょ、ちょっとだけちょっとこう緑が縁起がいいとかなんかあるんですか 若干画面映えのする感じの服で。ではその一言ご感想いただければと思います。今回 SF 新人賞こちらの講座に来た時に、あのー、一応自己紹介にも書いていたんですけれども私はオリジナル小説を書くのが今年になってから実は初めてで。 あの小説自体のキャリアは長かったんですけれども、まさか自分が書けるようになるとは夢にも思っていなかった、もし何かちょっとでもできたらもうけものかなと思っていたら、あの気が付いたら先生方のおかげでこんなところまで連れてきていただいて、もうあの一緒に作品を書いてくださった皆様のためにも、先生方のためにも、ご恩返しになるようなものを書けたらいいなと思っております。 じゃしっかりしたご挨拶ですね。はい、おめでとうございました。あのえっと徳寿君、これ一応あれなんじゃないの？言論に乗るんじゃないの？そうですそうです。あ、それあのンスしなくていいの？あ、えっとそうですね。あのこの新人賞に選ばれた作品はえっとまあ原論の十一号というですね号に今日の夜掲載されるというようなこととあとあのえっとあの弊社寄付の新人原稿料っていう謎カテゴリーの原稿料がお支払いされます。 新人でついてるところは怪しいんですけどね。詳しくはまあ渡橋さんなどに聞いていただくと相当分かるかと。具体的に学生高くはありません。新人とついてのがポイントです。そうですね。まあそれとあと電子書籍の方にですねさせていただきたいなと思っておりまして、まあ今までも受賞作を電子書籍にしていてまあ。 よう、えー、に送り出しておりますんでまああのそちらも、えー、これから進めていきたいなと思いますんでまあ、えー、詳しくは後ほどというような感じですがぜひよろしくお願いしますまあ皆さんもぜひごえ応,応援いただければというふうに思いますおめでとうございましたまああの電子書籍の方は本当ねあの最近総研さんや早川さんも出しているっていうのがもうあってあのえっ、ー、と まあここで部数とか言うとね、あの今、最近、部数を言って問題になってる、実売も言えない事態になりましたが、あの森原さん、と京さんも結構な数が実はダウンロードされてそうですね、はいダウンロードいただいて、そうですね、あそこで暴露された実売数より多い数がダウンロードされているそういうことも言って、それ多いとところならいいのかな、多いとかあでもとにかな。 えー、というわけで、えーね、意外と点書籍をすると、うん、あのいろんな人に読まれると思うので、琴、うん、じさんのこれからを応援していきたいと思いますので、えー、頑張ってください。 はいえーというわけで、第3回言論新人賞ということで発表させていただいたんですが、それ以外にも、いくつか賞の発表がございまして、まず、辞典に当たるというか、優秀賞というのがえございます、昨年もえご用意させていただいたんですが、優秀賞ということで、惜,惜しくもあの新人賞ではないんですが、次にまあえー優秀だった方ということで、表彰させていただきたいと思います。らまあ大森さんからねそうですね えー、それでは、えー、と第3回言論 SF 新人賞の、えー、優秀賞を発表したいと思います、えー、と優秀賞を受賞されたのは、えー、小野田さよさん、えー「バックファイア」です <laughs> こちらにお越し賞ださい、ね、優秀賞コレクターという名前がつくかもしれないです <laughs> えっとあのー、でも、はいあ、すみません、賞、えー、状特別賞、<laughs> 優秀賞、えー、小野田左陽殿、あなたは言論をおも名声相続講座は第3期、えー、最終公表の会において、えー、当初の正式を収められました、その栄誉をたたえ、ここに勝します、えー、2019年5月17日、大森の女王に、上田陽子、飛広孝、東洋樹 ありがとうございますあ小野さんもね、あのーえー、っと今回のその好評会でもあの大変高い評価を集めて、えーっとまあ、これ文句なしの。 このやはり優秀賞だと思います。ええー、おめでとうございました。では一言お願いします。いますはい、えっ、ー、と、言論の新人賞は正直最終候補に残ると思ってなかったので、今すごいびっくりしてるんですけど。まあ、あの、そんなことないです。いや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 、本当に。<laughs> <laughs> 怒ると思ったんですよ。いやいやいや、賞を取るかどうかはね、まあ、あれですけど、<laughs> ア東広木に挑戦するようなね、<laughs> 挑戦的なテーマでね。まあ、また、ご独されたという。いやいやいや、ご独もして、ご読もしてないんですけどね。ご独もしてないと思いますよ。<laughs> だ、だ <laughs> 1回の時も誤読されただ、まああの、第1回の,あの自己紹介の時も言ったんですけど、うん、すぐ辞めたい、辞めたいという人なので、今回あのああ、草原の新人賞をいただいたりとか、元禄、はい、の,の優秀賞をいただいたのに、優秀賞なんですけど、まあ、でもすごい光栄で、えーと、皆さんのおかげかなと思っていますすどううもありがとうございます、はい、はい、まはあね、優秀賞ってことは、まだこうね、上があるということですから。はい まあ優秀賞をたくさん集めて勝つとかって言ってもあるかもしれないですけど、<laughs> まだね、これがもう長編目的になったりしてるそうですからねあ、さらなる飛躍を期待したいと思いまはい、頑張ってください。ありがとうございまいました はいい、えー、おめでとうございました、えー、すみません、バタバタしておりますが、えー、じゃあ続きまして、えー、あとですね、えー、審査員の方からその特別賞というものを、えー、ごいただいておりまして、えー、と東さんの方から、えー、東博樹賞、よろしいでしょうか。まあですね、あの別に出さなくてもいいのかなと思ったんですが、やはりですね、あのーまあ、なんかこう、伊藤君頑張ったということで、<laughs> 伊藤元春君に。 えー、東住昭賞少をあ、えー、げたいと思います。はい、はい、おめでとうございます。えー、伊藤本さんですね。はい、こちらにお越しください。あ、<laughs> じゃ伊藤さんこちらに。はいえー、少々 え特別賞、東弘樹賞、伊藤元春殿、あなたは言論大盛り望み、SF 捜査講座第3期最終講用会において当初の成績を収められました、その栄をたたえ、ここに称します、2019年5月17日、SF 捜査講座第3期主任講師大盛り望み、株式会社、言論代表、上田陽子、東弘樹、おめでとうございます。じゃあまあ,あのそうですね まあさっき言った通りでしてあの伊藤さんは非常再生塾も参加されていて、まあ、言論と付き合いが長いわけですがもともと映画をやってたのかなあの大学時代にであ,のあと,、えー、と、これ言ってもいいんじゃないかと思うけど、まあ、少しその出版というか記者みたいな仕事もされてたんですよね。であの で結構だからいろいろ多様なあの表現をこう模索してる方なんだと思うんですがあの僕は結構今回の形態が伊藤さんのやりたいことに実はすごいしっくりいってるのかなというふうに思ったんであの、まあえーとまあ、まだまだこの何になるのかこう迷ってる方だと思うんですけどあの今回の作品は一つの、えー、と達成というか自分をうまく表現できたってことだと思うんで、まあ、これをこうステップにしてですねあの何かえっ、ー、と え小説家になるのもいいし、いろんな何かにやってほしいなと思ってます。というわけで、伊藤さんを応援するということで、賞を与えました。はいえー、じゃあ一言あの今も東さんに話していただいたように、あの秘書再生塾から僕2年、ロースクールに通ってて、その秘書再生塾と合わせて、政府創作講座も合わせて、この2年があって、えっと、もらえた賞で,で、東さんからそれをもらえたことは、すごく意味があることだと思うので、今日は大変嬉しい会になって、光栄です、ありがとうございます。 はいえー、ありがとうございましたはいえー、というわけでえー、と安馬賞だったんですがえー、ともう一個賞、えー、がありまして、えー、大森のぞみ賞ということで、えー、大森さんからの賞がもう一つはいまあね安馬弘樹が安馬弘樹賞を伊藤元春に送るならですねまあ、この流れからして <laughs> 流れからして、ね、これはまあ、私が本意とするかどうかはともかくですねあ<ー>まあこれに大森のぞみ賞を送らないわけにはいかないだろうということで はい、えー、新藤孝則さんの、おしのさんよそに、はい、お送りしたいと思います。私。<laughs> <laughs> はい、えー、っと、賞状特別賞、えー、大森のぞみ賞、えー、新藤孝則の、えー。まあ、以下は同文でいいですね。はい、ええー、<laughs> おめでとうございました。 進藤、はいまああのー、さんは,さんはまあその結構、毎回あの実作をです、ね、大変面白い作品を書かれていただいてその集大成みたいなね最後はアイドルで勝負するという。ですねこの 万有というかですね。えっと、まあ、そこにも前にもアイドルものも書いてきたし、まあ、本当のアイドル SF を見せてやるみたいなね、感じで最後、この小説を書いていただいて、あの、非常に、えっと、全然アイドル好きじゃない人の間にもこう、刺さって高い評価を得たということでですね。 まあ、僕はそのさまざまな、こう、文句もありつつ、面白かったんだけど、面白いからこそ、いろんな文句もあるんですけれども。まあ、そういう文句も含めて、やっぱりこの小説があって、良かったなと思う。というし、あの、新藤さんがこの講座に参加してくれて、本当によかったなというふうに思います。ということで、あの、この賞が遅れて、良かったなと思います。どうも、おめでとうございました。<laughs> はい。もう、本当に、大森さんはじめ、講師の先生方や。 3期生の皆さんに支えられて僕みたいな人が1年間小説を書き続けてこ <laughs> られましたそれだけでなくこんな身に余りにある賞までいただいて本当にありがたい限りです本当に皆さん大森さんんありがとうございましたありがとうございました。 はい、まあねこれはぜひ、なんか言論でね、なんとか形にしていただければいいなと思いますけど、はい、あそうですね、いろいろなあの形で世に送り出す可能性があると思いますねまあいろいろ日あの,今日お,あのお話しいただいたことなんかを受けて、ですね解雇の上、はいえ、何か形にということで、はい、あの考えたいと思います。あなんんかすごい圧で今,今大森さんがあの 東さんが賞をあげるんだったらこの流れだったらって言った時にもうすごい顔があれもしかえみたいな感じになっててすごいよかったね途中こんな祈るみたいなになってねすごい祈るみたいなねそうそうすごい良かった今なるほどそう抜いてあげる向か写真これそうねワイプでねワイプでね入っていると写ってたら面白かったかもしれないですねう完全ネタバレになっちゃうよねまあ実際でもねあの選考会の流れとしても安住さんが賞を決めてじゃあ俺もというようなことであの選ばれた賞でした だったんですせっかくの機会というか、ぜひあの面白い作品でしたんであので、形にしていければと思いますので、はい、これからもよろしくお願いします、どうもです。というわけで、えー、各賞の授、えー、賞式が終わりまして、えーまあ、最後にですね選考委員の皆様から、まあえー、総評と申しますか、えー、一言ずついただいて、会、まあえー、を締めたいというふうに思うんですが、どちらからか、まあはい、さん僕、今回あの、やっぱりすごい総じてレベルが高かったと思います。で あのまあ、本当にこの純文学っぽいものからあのエンターテインメントのものまで、本当、天木さんからチャリさんまでって、この順番がちょうど、あのいやいやいや、まあねあの、ちょうどこう、なんて言えばいいのかな、あのたまたまこう、ああいう順なんだけど、本当にスペクトルになっていて、すごくいろんな多様な作品があったし、またあの、ちょうどあの男女の比率もなんか3対4で、あのほとんど5対5だったんですね、今回ね、たまたまなんですが。あので まああのまあ、いずれにせよ、やっぱりあのこういう多様性のあるあのいろんな候補者があの来たというのは、政府捜索講座、3年間やってて、あのすごい良かったし、これからあのいろんな可能性が見えてくるのかなと思っています、えーまあ、あのとにかく、えー、と僕もどの立場でしゃべればいいのか分からないんだけど、あのまあ、これ、本当、大森さんの人力と、そしてあの、トビさんの,あの超人的な関心。 超人的な深い関心が。やっぱり、関心。もう支えてくれているので。超人的な関心ってすごい、こう危ない感じじゃで。あの、本当に。あなたはうちの娘に超人的な関心を持っているとか。いや、でも、そういう、そういう圧を感じますよ、大森さん。トビさんのツイートからは。そうね。ええ。で、あの。でも、あの、初めて、あの、さっきトビさんに言っても、いただけましたけど、あの。 えとここの言論 SF 創作講座って SF のファンダムとは全く関係がないところである意味始まったんだけれども、はい、他方その、やっぱり大森さんの力があってすごく SF のファンダムにも支えられていて。 あのうまい具合にその、えー、と SM ファンタム界と外側の接点を作れたのかなと、えー、これはまあ僕の力ではなくて、本当にその大森さんやトびさんの力だと思いますが、そうなってきたと思うので、でそれがこの作品の多様性にも表れていると思うのであの、これをまた4期以降も、あの言論という会社として、なんかうまくサポートして、えーと、未来につなげていきたいなと思っています本当にあの、えー、受講生の皆さんあの、そして先生の皆さん、あのえー、と1年間、えーと、ありがとうございました、ご苦労様でした。 えっ、ー、とあのまあ,あの最後なんで、えー、厳しいことも言いますけど、えー、あのチャリさんのところにゲスト作家の点が集中したようにやっぱりそれはスキルという点であるとかあのプラクティカルな能力という点ではいやこれは。 なあというあの感じは、それは実作者としては当然、持ってるです、あのこの直前まで日本 SF 大使の選考をずっとやっていたので、当然その目で、その目で見ていますからね、あのただ、今、安澤さんにも言っていただいたように、 多分 SF ってジャンルの SF ってもっともっといろんな人に入ってもらったりいろんな考え方であったりそんなものが必要なんだろうなというふうに思っているわけですねまあそういうこともあって不必要に変質的に語りでしているわけですけれどもまあ読んでというかんかね参加している人たちがですねツイッターでうじうじしてるのが非常に面白いのでついつい <laughs> 見たりとかでリツイートとかしているわけですけれども、うんまああのえー、私もその10年間ぐらい、らい何も書けなくというか、発表しなくて、もうこのまま死ぬのかな、作家的にはみたいなか、そんな時期もあったわけですから、まあ、あの皆さん、ですねあの、えー、ぜひこれからも頑張ってください。以上です はい、えー、ありがとうございました。では、まあ、最後に、えー、主任講師の大森さんから、まあ、一年の最後、えー、よろしくお願いします。はい。えー、これで、あの、第三期も今日で、まあ、最後になるわけですけども。ええー、と、まあ、本当に、あのー。 こんなにね、あの生っていうか、まあ、この講座がですね、まあ、定着するとは思っていませんでしたしさ、えー、まざ、あ、まなことがありましたけども、本当に皆様のご協力のおかげで、まあ、一番はそのこの講座をやろうというふうに言ってくれたね、東さんが、えー、のおかげで、まあ、これが始まったわけですけども、まあ、本当に最初は人も集まるかどうなのかっていうもう全然誰も集まらなかったらどうしようっていうふうに本当に。あの 募集開始するときはです、ね、ドキドキしてたぐらいのところから始まって、えーっとまあ、第4期の開催も決まってますし、まあ、ここまでやってこられたのは、まあ、本当にあの毎回ゲスト講師に来られてきたあの作家の皆さんそれから編集者の皆さん、まあ、今日もです、ねまあ、その一戦にもならないのにです、ね、編集者の方が、まあ、これ短編7作はです、ね、自分の机の上にはいろんなゲラとかあの原稿とか残って読ま <laughs> ないといけないものがあるのに、まあ、わざわざこ,のここに残った7作をこう読んでくださって、まあ、点数も入れてくださってる方 まあ早川処房の皆さんとまあ東京証言者の皆さんを中心にさまざまな編集者の方がこう支えてくださってでさらにその毎回ゲスト作家の方もですねあの全然あのほとんどあのビビたるえーご資料でですねあのここに来て。 かなり読むのも大変だと思うんですよ。毎月読むだけでも結構大変だと思いますし、あのー、その公害20本以上と、それから実作を。まあ、追いつく時ではその自主提出も含めて10本とかをですね。まあ、読んでいただいて、まあ、それにすごくまあ、飛びさんを筆頭にですね。<laughs> とてもあのー。 えー、費用対効果からすると合わないような、えー、っと努力をまあしていただいて、まあ、やっぱりその SF を盛り立てていこうみたいなことも、えー、あると思いますし、まあ、そういう無償の努力というかですね、えー、ご協力によってまあここまでやってきてで今日もまあそのえー、っと炎上さんと紀、えー、月さんをね 現行待ってる人編集者も多いと思いますけどもそういう仕事を置いて、まあ、ここであの読んで表を入れてくださってるわけで、まあ、本当にそういう人たちのおかげで、えーっとまあ、この講座が続いてますしまあでも実際にその今回この。 残った人以外にもです、ねまあ、そのずっと1年間その講座にあの小説を書き続ける、まあ、その毎月受講しながら <laughs> あのお金しいろんな仕事もある中で毎月書くっていうだけでも大変だと思いますし、まあ、実際その別の口外を書きながら実作を書いたりしないといけないっていうです、ねまあ、非常に過酷な、えー、試練をですね、まあその 進んでこうやってくれた皆さんがいるおかげでまあこれ成立してるしまあその締めくくりとしてまあ100枚を超える作品を描くっていうまあこれまた大変なことにとまあチャレンジされている方がまあその20人以上いらっしゃってまあその中からえたまたまそのまあ代表をまあ僕選ばせていただいたんですけど何ていうか今日はなんかですねそのクラスの選抜を担任の先生が選んでこの人たちのどうですか ってていいううのをこう見てもらうみたなな感じなんであの自分で何か先行するというよりもですねうちの子はどうですかっていうのをこう東さんととびんに見てもらってであの大変高く評価もしてもらって本当に良かったなというふうに、まあ、一緒に喜びたいと思いますし、えー、っとまあこれがです、ね、今後また賞とかこの講座っていうのはまあそれを出た人たちが今後どのぐらいこの頑張っていくか。 あの認められて大きくなっていくかっていうのをまあ見守る反面まあその人たちによって支えられていることでもあるので皆さん是非ですねえっと今日でその第3期は終わりますけれどもえっと引き続きあの頑張ってくれぐれもですね 燃え尽きないように <laughs> あ<の> <laughs> 結構毎月書くとですねもうその1年間でかなり疲弊してしまって倒れてしまう人が多いんですけどもあのなるべくですね、えー、ここであの書いた経験を1年間の経験を生かして頑張っていただければと思いますし、えー、またあの4期に申し込んでくださっている方もいらっしゃいますけども、えー、っと今後のですね まあそ,れこそ,それでいうとあのダールグレンラジオとあのゴッドガンレイディオって今回あの毎月の提出作を読んで公表するっていうえインターネットラジオが2種類もあるんですよね。それはその今までの,その第一期の受講生の方とか二期の受講生の方がえっとまあ自分たちから進んでまあボランティアのようにしてこうあの見守ってくれているのでまあそういう人たちも多分ですねここではその公表ではは公表 上げられる作品っていうのはやっぱりどうしても数が限られてくるんですけれども、まあ、そうじゃない作品についても結構、まあ、それねあの全然不本意なことを言われて頭がカチンとくるとかですねそれは違うだろうとかってついこうツイッターでこうカットするとかそういうこともあるでしょうけどもやっぱりそうやって全然。 関けない人に読んでもらえるっていうのはやっぱりこの講座のすごくいいところですし他のいわゆるその文芸講座的なものと一番違うところだと思いますからえっとまあそうやって見てくれる人がいることは大きいしそれはやっぱり OB が。 すでにその受講した人たちが、まあ、今日も来てくれてますけど、まあとでその今日ダーレグレン賞の発表もあるのでその後登壇してもらいますけれども、まあ、そういう人たちも一緒になってこう盛り上げてくださってるっていうことが、まあ、この講座の大変一番いいところかな,かなというふうふに思いますし、まあ、東さんが、ね、言ってたコミュニティを作るっていうこともまあできているので東さんの理想が実現されている。いやいやい 講座をやるまでまさか大森さんがこんなになんか親身になって行進を育てるとは全然親身になってないですけど先ほどもだって我が子のようだっていうふうにおっしゃっててね大森さんがそういうふうに言うとはといやいや本当になんかいやいやもう僕は大森さんに感服してますとにかくあのこの講座はいやまあ本当にだからなんていうか SF あのこれでも一番最初から言ってたことですけど僕が何でこれをやりたかったかっていうすごくあの動機のすごい根幹の根幹に SF ってやっぱりコミュニティがあってあのえっとそのコミュニティの中に人をぶち込めばそれだけで才能は出てくるんじゃないかみたいな感覚があってあのそれを本当にやってみたらそうなったんででもまあそれができたのは本当にやっぱり SF の長い伝統というか。 やっぱりコミュニティを作り続けてきた伝統というのがありまたあの僕はまあその外側にいる人間なのでそれをつないでくれた本当に大森さんのとやその大森さんをさせてくれる小浜さんとかそういう編集者の方々の,あのおかげだと思っているのであのとても逆に僕もあのこの3年間やってきて。 なんかこの講座終了するみたいな雰囲気になってますけどね、終了しないんですけど、本当良かったなと思ってます、いろいろ勉強になりました、思われたこともあったけど、終了するかいやでも、あの時もね、SF 創作講座いけるんじゃないかって話になってたんですよ、今でも言いますけど、SF 創作講座だけはいけるんじゃないかみたいなね。やりたい SM の人たちが支えてくれるしみたいな、言論が潰れてもあれだけはいけるみたいな、大森さんもね、の他のやり方を考えてたなどとう言論がなくなった場合、どうするかっていう、いろんなシミュレーションをしてましたけど、6月月から第4期が始まりますんで、あ多分ね、中継をご覧の方で、4期で入るよって方もいらっしゃると思うんですけど、中継ご覧になってる方も、ですねぜひ4期の動向もチェックしていただければというふうに思います。 ダルグレンショーもややりますかはい、あのー、一応だからすげー閉める流れからこれ今、超閉まってたじゃないですかどうすんのこれいや、もう今で閉めてで、こっからあとはあのでもそれを放送もするのダルグレンショー放送してもいいダルグレンショーって去年は放送してなかったんだよそうなんですよ今年から完全のに閉めるつもりでやってたんだけどでもでも、放送されたい、君たちは 違うんだと。あちょっと引いてるみたいな。違うんだと言ってるね。だってこの後ダール・グレーでなておかしいじゃん。閉まらないなと思ってたんで。さあてとかでさあみたいなさあ、本当のショーやるよみたいな雰囲気で。そう、ダール・横浜哲也が司会するみたいな。お待たせしましたとか言ってこう。そうですねもしかしたら何かの様子が無音で流れたりしてるかもしれませんけどね会場に来らとね。 来ないと見られないも、ね、コンテンツがある。なるほどなるほど。<laughs> まあこっから先はね、ツイッターなどでご確認いただくとしましてですね、まああのとまで、うんえー、S.F. 創作講座の第三期ですね。うんえー、これまで、えー、いろいろやってきていただきました。えっ、ー、と、はい、受講生の皆様はですね。あと、えー、ゲストで今日もいらしていただいてますが、編集者の方、とびさんはじめ作家のゲストの方、えー、そしてまあえっ、ー、と森先生の一、えー、年間本当にありがとうございました。えー、これで当然、えー、プログラムを終了とさせていただきたいと思います。えー、皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。<laughs> いましたはい、というわけでまあ中継も、えー、これで終わりであのいいかなと思います、ね、中継ご覧の方もありがとうございました。さようならき。切って <laughs> いいですよ。はい。